顎のマッサージから、はい、こんばんは。顎のマッサージから入りましょう。こんばんは。こんばんは。今日はね、相変わらずあの人いませんけど、はい、やばい人だって言われてますけど、やばい、なんでやばいのかな、わかんないけど、今日はあのまた博士放牧東京方面に、はい、東京方面のどこかに放牧されてますけども、はい、まあ、あの人のことはさておきですね、はい、顎マッサージを得意とする、うん、何のこと先輩に、はい、今日ゲストで来てもらってます。はい、皆さん、こんばんは、何のこと先輩です。元はマリという名前でトイレの歌などを歌っておりましたが、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ウィキペディアを調べましたところ、はい、ウィキペディアの何のこと先輩の項目を、違う、村井マリ先輩の項目を見たところ、はい、ヌルポ放送局の出演がですね、うん、第5回から8回と。ああ、長いですね。第5回から8回、およそ、はい、およそ数年前ぐらい、と、それから131回、うんうん、さらに188回。ということでですね、はい、188回が2009年4月28日だったので、はい、4年半ぶり7回目の出演。はい、ありがとうございます。すごいね。はい、甲子園みたいだね、甲子園ですよ。そうですよ、戻ってきました。 え4年ぶり、うん、嘘、そんなになる、年取るわけですね。いろいろありましたね、その間ね、ロッテの人になったりとかね。そうです、いろいろありましたけどね、ついに私はエロの人になることに決めました。よろしくお願いします。何の先輩、すごい。はい、そうなんですよ。そうなんですよ。はい、4年ね。そうなんです。そっか、7回目。はい、まあ、ヌルポ放送局、うん、今回419回目なので、419分の7です。へえ、何とも言えないですね。僕らの感想はなかったですけども。なるほど。あ、なんかアリマックスに出演していたという噂を聞きました、はい、あ、そうなんです、ついこの間撮りまして、はい、社長と一緒に出させていただいて。そう、はい、ここで収録したの。おお、そうです。で、昨日配信になってると思います。うん。アリキラ？アリキラ、はい。うん。すげえ面白いんで、皆さん聞いてください。らしいですね。はい、お願いします。うん、アリキラ、ハイテナイトドコムで配信してますね。そうですね。ハイテナイトドコム、ぜひご覧ください。うん、はい。そう、結構ギリギリなトークしましたよね。あー、そうですね。すごい面白かったですけど。そう、もうね、あ、編集で結構 P 音が入ったらしいですよ。本当ですか。あ、そういう内容。あ、じゃあ正常な感じにまとめてくれたんですかね。うちの、うん、ありがたい。うちのラジオはあんまり P 音入らないんですけどね。よっぽどだったんでしょうね。いやいやいや、わかりました。はい、じゃあ聞いてみましょう。はい、ヌルポです。で、今日はですね、あれです、昨日台風の影響で延期しました、うん、本当は昨日だったんですけどね、今日になりまして、うん、それでさらに日本撮りです。来週東京ゲームショウというところに行きますので、うん、不在でございますので日本撮りします。まず1本目の方で何の先輩に、はい、あれこれ板付きでいただいてですね、1本目撮りますんで、はい、2本目はね、また別の人がね、この後来ます。へえ、あの人が来ます。あの人が来ます。誰でしょうね。うん、うん、すごいな、俺んとこのハウスが潰れたよって、これ農家関係の人でしょうね。大変ですね。お見舞い申し上げます。あらあら、ビニールハウス、我々にはちょっとハウスを建て直すことはできませんので、陰ながら応援するしかできませんが、それは大変でした。大変ですね、ハウス。クッキーババアはさておきですね、やりますか、うん、もう早速、はい、今日日本撮りなんでね、ジャパッとやらないとですね。ビールがありますけど。あ、ビールがありますか、うん、秋っぽいパッケージのビールがありますね。なんと、なんと、まあ、なんとこれ 4つ全部違うビール。おお、わあ、すごいな。秋味キリン秋味、朝日ザエクストラ、うん、札幌銀座ライオンプレミア、うん、セブン&アイゴールド、サントリーザ・ゴールドクラス。あら、そう。さあ、どれ。あら、そう。4種類あります。
俺も最近ねコンビニ行ってはねこの秋パッケージのね、うん、新作ビールとかをねしこたま飲んでますね、うん、あ本当に、うんうん、新しいもの好き、ね、酒アル中です。え平たく言うと言い切った平たく言うとアル中でカフェイン中毒です。そうだったんだ。そうなんですあんまり深刻に受け止めない受け入れられちゃった、どれ飲みますかさらっといったさらっと、ね、ナイスです。そうですね、はい、どれにしようね。どれにしましょうね。でも拓也さんこれ普段飲んでるんでしょ。飲んでますよ。他のにしたらいい。そうですね、俺ねこれ前飲んだことあるから、うん、これ以外がいい。これにしようかな。じゃあ旦那さんが4杯飲むと。いやいやいや、私ねちょっともう出来上がってる感じなんで若干ちょっとね今ね飲むともうなんか見せちゃいけないもの出ちゃうかもしれないんで、遠慮しておきます、はい、バンされる。あのじゃあ私この社長が飲んだってやつ飲みます。あそれね、はい、じゃあ銀座ライオンですね、はい、あじゃあこの秋味はこの後来るゲストに進めてみますか。この後のゲストに。じゃあ乾杯しよう。はい、乾杯から乾杯から入る。あそうなの。どうします。回しますか。回し始めます。はい。ラジオ。あ、回ってた。あ、回ってた。消します。はい。はい。ああ。じゃあ乾杯ですね。じゃあ乾杯のご発声を南野先輩。はい。お願いします。はい。じゃあお手を拝借して乾杯。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 ああ。おお。うん。あ、美味しい。意外と味がしっかりしてるな。うん、美味しい。すごいね。最近このコンビニでしか売っていない系、うん、ちょっといい感じのビール。見つけるたびに買って飲むようにしてますが、はい、ちゃんと味違うんだよね、うん、全部ね、うんうん、美味しい。ふぅえさっきね、あのね、家からね大量の荷物をねここまで歩いて運んできたらすっげー疲れた。腕がもうダメです。なんか持ってましたよね。ええ、あのねもっぱらね便器の形をしたカレー皿とかを運んでました。あそんなのあったっけ。ありました。2年ぐらい前のカレーを作るイオシス料理部の会の時にコアッちゃんが持ってきた便器の形をした和式便器の形をしたカレー皿つって、えそこにコアちゃん、あコアクマっていうそれ悪魔の、悪魔のピンクバージョン、うん、コアクマって言うんだけど、コアクマちゃんがそれにご飯をそって、激まずじゃねえや、個性的な味の独創的な味のカレーをよそって博士に食べさせてた。そうなんだ、さっきカレー食べてきたばっかりだからな。なんか複雑な気持ちに困っちゃいますね。でもなんかね、いっぱいぬいぐるみがあって、そうですね、すごい小児科みたいでいいですね。すっかりファンシーな感じに、うん、小児科みたいな感じ。そう、小児科にしましょう。うん、かわいい。ペロリン、アックマ、フワピオ、あと下の方に見切れてますけど、コアクマ、アクマ、あとトマチョップの紙、うん、あとね、さらに右の方に、ジン君と、おちゃんと切り替わる。シミショウ先輩がいます。シミショウ先輩上下に見切れてますけどね。うん、あ、曲が違うな。よいしょ。よっこらしょ。ね。あ、泣きましたね。元気だな、今日も。先輩との付き合い長いですからね。うん。ああ。そう、あ、ヌルポです。はい、なんかすっかり忘れてました。2013年9月17日第419回ヌルポ放送局、お送りするのはイオシスの拓也とゲストの何のことです。さらにと社長です。はい、博士は放牧中でございます。はい、何のことさんこと、はい、なんて言ったらいいの。あ、何でもいいですよ。何でもいいんですか。はい、何のことさんこと、はい、村井真理さんこと、はい、何がしさんは4年半ぶり7回目のヌルポ登場ということでね、はい、久しぶりですね。久しぶりすぎて、あ、そう、前回登場した時はですね、ちょうどバレンタインの時だったらしくですね、名言が出てまして、名言1、もう2人ともチョコレートなんだからっていうのと、はい、もう1個、私ごめん寝てたっていう、こういう名言が残ってます。本当ですか。寝てた、覚えてませんか。
いや言った気もするけど、ちょっともうだって4年ぐらい前のことですよね。そうですよね。4年前の寝てた時のことは覚えてませんよね。すいません。はい。でもすごいね、4年もさ、このラジオがまず続いているというのもあれだけど、あれですけど、その間活動ね続けてて、こうやってまた出てもらうって相当なことですよ、これは。ありがたいですよ、ねえ、うん、4年半そうでしょ。4年前のそれさ、はいてない .com にさ、うん、ラジオ記事残ってるんでしょ。そうそう、ありますあります、ね、188回の時は今のはいてない .com のところにラジオ記事とともにあります、うん、ああ、じゃあ読める、まだ聞けるわけだ。まあ聞こうと思えば全部聞けますけど、うん、ああそっかそっか、うん、そうですね、過去のヌルポ全部ありますからね。初めて聞いた回のゲストが村井さんだった。本当に、すげえ、本当に本当に、また真似しないでくださいよ。おばさんからかうのやめて。言ってください。今ね、あのリスナーからですね、418回じゃないかっていうツッコミが入りましたけどね。あ、本当だ。今調べますね。もう最近ね、もう回数数えるのめんどくさい。418回ですね。あ、418、これ来週分ですね。そうですか、ありました。もう回数どうでも、年を取ってくるとね、うん、だんだんねどうでもよくなってくるんだよね。1回ぐらいまあいいかみたいなね。、そうなんだ。あと最近クッキーおばさんじゃねえや、あのクッキークリッカーやってるんで、今だいたい僕だと毎秒7700万ぐらいのクッキーが生産されてますので、ちょっとね1回や2回ぐらいの差はね、もう誤差、もう些細なものです。僕からしてみれば、クッキーからしてみたら、もうちょっと説明を。あ、そう？する？あ、しなくてもいいですけど。あとでお便り出てきますよ。あとで、はい、あとで、じゃあ、はい、クッキーの話しましょう。あ、気になるな。俺もまだね、クッキー焼いてないんだよね。クッキー焼いた方がいいよ。クッキーも焼いてないし、まだ着任もできてないんですよ。あら、それはいけません。なかなかサーバーに入れなくて。クッキーってなんだろう。国民の三大義務のうち2つを放棄しますね。あとでお便りがあるそうなんで、はい、そこでじゃあ謎が明かされます。この後、普通おたをご紹介します。はい。この放送はイオシスの提供でお送りします。変態さん集まれ。ヌルポ放送局では変態さんからの他では読めないお便りを募集しています。ニコニコ生放送で毎週月曜20時くらいから公開録音中。でも犯罪ダメ、絶対チョークとの約束だぞ。予測不能？極北ハードコアバカ騒ぎサウンド。北海道を拠点とするハードコアテクノアーティストによる異色のコンピレーション、八つ咲きハードコア、 DJ シャープネル、オマージュなどの豪華アーティストによるゲストトラックを収録。2013年8月12日リリース、八つ咲きハードコアボリューム3、お求めはイオシスショップにて。ヌルポ放送局ではリスナーが考えた独自のランキングを紹介しています。誰にお願いされたわけでもないマニアックなランキングにあなたは感心するのか、それとも呆然となるのか。もちろん皆さんが考えたランキングも随時募集しています。ヌルポ放送局。気になるクッキーの話を先に。うん。猫うさぎさん、北海道アタス。アタス。誕生日に一人でラジオを聞いているような悲しいお兄さんです。あら。クッキークリッカーの話。ツイッターでなんかババアがどうしたという話題が出ていたので調べてみると、クッキークリッカーというゲームが流行っているようです。初めて見ると早速ハマりました。ポータルとか半物質コンデンサーとかいろいろあるんですね。今は秒速1億7528万5000飛んで66.1個のクッキーを生産しています。楽しい。ええん？ん？って。そういうゲームなの？俺もまだやったことないんですけど。あのね、クッキーをね焼くゲームです。何それ？アプリかなんかですか？ブラウザゲーですね。ブラウザゲー。
で最初こう手でワンクリックすると1個クッキー焼けるのね。へえ。でこうポチ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 と押していくのね。でクッキーを生産していくと、クッキーを原子にアイテムとか、あとクッキーを焼いてくるババアが買えるのね。お、言葉が悪いですね、おばあさんが買えるわけですね。へえ。でこうババアが増えてくると、うんうん、ババアは自分でクリックしなくても自動的に焼いてくれるわけ、うんうん、でババアだと一人だいたい毎秒1個ぐらいのクッキーを焼いてくれるんですね、うん、でこう放置するとだんだん溜まってきて、こう300クッキーとかこう溜まってくると、またそれを送る原子に今度ね、あの畑とか買えるのね。畑買うとまたね、あの秒間何個かぐらいクッキー焼いてくる。これどんどん繰り返していくと、秒間にだいたい1億クッキーぐらい焼けるとか。すごいインフレするんだね、最後の方。え、これネタじゃないの、今の投稿は。1億何個って。合ってます。合ってんだ。合ってます。そうなんだ。うん、俺今7700万クッキーだ。秒間、うん。うちのクッキー工場はね、ババアが100人います。ババアはね、だんだんあの増やしていくと、バージョン、なんかアイテムがあって、バージョンアップしていくと、だんだんおしゃれになっていく。ババアが。すごいなぁ。そのスピードでクッキー作られてたら、あのドラえもんのバイバイ、バイバイの回みたいにさ、宇宙がさ、クッキーで埋め尽くされますよ。それです。すげえなぁ。ぜひ皆さんもクッキー焼いてください。で、しかもそれ今めっちゃ流行ってんでしょ、あのね、日本でめっちゃ流行ってるんでしょ。もともとなんかどっか海外で流行ってて、うん、2日3日ぐらい前からツイッターでふっと流れてきて、なぜかみんな全員やり始めて、うん、昨日のニュースウェブ24っていう NHK の番組あって、そこであの、うん、昨日に比べてつぶやきの数が増えたワードっていうのを毎日発表してるんだけど、その時に台風関係のキーワードがボボボボボボってあって、全部ほとんど台風かなと思いきや1個だけクッキーってあったからね。台風に紛れちゃうんだ。台風に唯一紛れたキーワードでした。へぜひ皆さんもクッキー工場経営者着任してください、はい、あ、そう、栗まんじゅうのいいね、作りたいね。いいですね。あ、暑いですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。気にしないでください。はい、またね、焼くのがね、美少女じゃなくてババアっていうのがいいですよね。美味しそうですね。美味しそうですね。なんとかなんとかのなんとかババア、違う、ババアじゃない、ベルタースオリジナル。ベルタースオリジナルは、うん、あのクッキーではありませんじゃないね、あれ飴だね。なんとかかんとかです。何おばさんだっけ。最近いろんなゲーム流行ってますけど、カンコレとかね、あったりしますけど、何のことさんはどんなゲームを。私 LINE ポップやってるんですけど、なんかみんなどんどんその LINE ポップやめてっちゃってなんか今私と妹だけがやってるみたいな状態で全世界でユーザーが今2人っていうことですね、はい、そうですね、あの近隣ではその2人でやってます。近隣ではね、だんだん人が減ってね、それでも私は LINE ポップを続けるよっていう名言を残してください。はい。そう、また誰にも伝わらない話をしてしまう。カンコレをやる前はみんなモバマスをやってたんですよね。で、うん、モバマスでプロデューサーやってた人たちがカンコレで提督を始めたわけですけども、そうするとまた今度クッキーをみんな焼き始めましてね、これ世も末だなと思うわけです俺この3日間ね、休み3連休あったじゃないですか、ずっとね家でねクッキー焼いてた。わあ。ぶれないですね。そう、いや、職人じゃないですか。久しぶりにね、うん、こんな3日間もね引きこもりましたよ。すごかった。最近なんかハマっているラインポップはいいですけど。ていうか何してんですか最近。モンハン始めましたよ。あら、噂の。はい。あれですか。モンハン買いました。任天堂の機械でプレイできるあれですか。そうです、モンハン。4。そう、そっか、モンハン楽しい。まあまだ始めたばっかりなんですけど、楽しい、楽しいかな。3とかやってました、うん、PSP の。あれもねやろうと思ったんですけど、難しすぎて途中でやめちゃって、ちょっと今回は頑張ろうかなと思ってます。4になって簡単になったとかってあるの。なんか若干やっぱ DS の方が慣れてるので、ちょっと操作がいいかなみたいな。はい、そっか、
俺もモンハン3なんだっけ 3G、 うん、ちょっとやってた。うーん、やってました。うん、前タインタニが生放送やってましたね。そういえばね、タインタニそういえば久しぶりに登場してイオパーで DJ やってましたね。うーん、タインタニって知ってます？わかんないです。おじさん、はい、お兄さん、はい、どんな人ですか？どんな人って改めて言われると説明難しいですね。おじさんみたいなお兄さんですね。里崎、いや里崎わかりますよね。天使の里崎さん知ってますよ。里崎です。里崎さん、里崎の生き別れの弟です。へー、そうなんだ。いや待って、半分本当だけど半分嘘ですよ、うん、顔がすごい似てるんです。顔がねめっちゃ似てる。比較画像を昔作ったことがあります。そうなんだ。里崎さんにのぽっちゃりしたぽっちゃりしたおじさま、うん、歩く不幸です。歩く不幸、うん、へえ。あいつ東京に来るからっつって台風連れてきちゃったからね、はい、そうなんですか。やばいよあいつ、新幹線止まるし。持ってますね。持ってます、うん、やばいです、うん、はあ。ねお便り読まないんですか？読みます。じゃあ読みますか。はい、じゃあね、クッキークリッカーの話しかまだしてないですもんね。はい。どうしようかな。イオパの話はいっぱい来てるんですけど、そうですね。そうですね。あれか。これかな？違うかな？わからない。北海道歩兵さん、あたす。あたす。ヌルポ放送局の皆様ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。脳みそこねこねホライズン歩兵でございます。夏は体調が優れずぐねぐねしておりました。カンコレ始めてからというものの、睡眠時間、食事の時間、考えられるすべての使える時間をカンコレに投入しています。結果体重がなんと3キロも落ちるカンコレダイエットを達成。明らかにやつれた模様、うん、着任と同時に60時間近くぶっ通しでやったのが勝因かな。ドライブの話。イオシスリスナーの帽子来札につき、彼の願望であったドライブに来ました。札幌からオホーツク海某町へ450キロほど走り、レモンラーメンなどグルメを堪能し、知床の道の駅で車中泊。翌日知床横断道路から網走総雲峡愛別町へ。普通ならこのまま旭川から札幌へ行けばいいのですが、帽子の日本海が見たいという言葉に過剰に反応、気がつくと羽幌町の旧羽幌炭鉱のホッパー跡にいました。その後日本海側をなんか無事に帰ってまいりました。2日目は700キロほど走行、総走行距離1100キロほどでした。車中では朝尾太郎イロハスを語る、歩兵のご機嫌いかが1、2、3、同人喫茶崖っぷち、平成手役合戦ボコボコといった普遍的トークを延々と続けるありさま。ちょっとした人間破壊。運転が私だけだったため、その後2日ほど壊れた状態から回復できず、少なくとも朝知床にいて午後羽幌、夜札幌に行くのは狂気の沙汰です。おすすめしません。北海道は本州と縮尺が違いますので十分にお気をつけください。では。あれですよね、北海道の地理わかりますよね。そうですね。あんまり自信ない。わかんないな、運転しないからわかんないんですよね。羽幌どこだかわかります？羽幌端っこの方ですか？そうです。羽幌どこかな？右の方だ。違います。左。正解。当たった。当たりました。正解。カメラ切り替えます。あ、なるほど。いやすごいな。よくできました、はい、左でも左じゃないんだけどね。左じゃない。左上。いや右か左かで言えば左ですよ。うーん、だから当たりです。正解です。よかった。はい。7キロ走るとね、だいたいね人間ダメになりますね。最近なんか高速バスの規制が厳しくなったらしくですね、運転手さんが1日で運転してるのは450キロまでらしいですから、700キロちょっと危険だということですね。なるほど。やめた方がいいです。この前だって俺らさ、名古屋から高山から行った時さ、はい、あの時相当走ったんじゃない？あれ120キロしかないんですよ。あ、そんなもんか、うん、あじゃあそれほどでもないんだ。あれそうそう、だから縮尺が違うんですよ。そっか、うん、北海道やべえな。北海道の感覚でいうとあんだけ走ると200キ
キロから300キロぐらい走ってますね。そうだね、うん、名古屋やばかった。うん、はい、北海道は、うん、どこ行ったことあります？北海道そもそも、うん、そうですね、そう言われるとなんかやっぱちっちゃい時の方がいろんなとこ行くじゃないですか。はいはいはい、わかります。最近だともう北広のもうアウトレットとか、あ、特に買うものもないけどブラブラ見て帰るみたいな、はい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 、MOP ですか？ MOP 違うな、北広島じゃないか。あれはエニワか。いや、あれ北広島ですね。お、三井アウトレットパーク。あ、そうか、略したんだ。 MOP です。へえ、 MOP モックさんの愛称とかじゃなくてMOP ですね。そう、なるほど、三井アウトレットモックです。そうだったのかな。 MOM になっちゃう。モックモになっちゃう。なるほどね。もっぱらじゃあウィンドウショッピングをお楽しみになってると。うーん、そうですね、はい。なるほど、うん、そうですよね、うん、うん、今日でもあれ行ってきましたよ、オータムフェスト。ああ、人めっちゃいるよね。いますね。みんな食い物好きだね、はい、大好きですね。やっぱりこの1日450キロ走ったりとか700キロ走ったりするのは、うん、みんなどうかなと思ってるんですよ、うん、それで知床とかの美味しいものが札幌でね、大通公園で食えるということになりましてですね、毎年この時期オータムフェストっつって大通公園にやたら屋台が出てですね、そこかしこから煙が上がるという事態が起こっております。いいと思います、うん、美味しいです。うん、うん、です。続いて、続きます。あ、最初の方お誕生日おめでとうございました。そういえばそうです。一回遅れて一個遅れでリアクションするっていうのは新しいかもしれませんね、はい、ですね、それからこれどうなんだろうな、あ、違うかな、これじゃないかな、イオパの話をした方がいいのかな。イオパって何か知ってます？そういえばイオシスのパーティーですか？そうです、うん、イオシスのパーティーではもっぱら何をするんですか？何してるんですか？いつもパーティーといえばほら楽しい、楽しいことしてるんですか？のろし上げてるみたいですよ。なんだろう。のろしはさっきのオータムフェストの煙に対するコメントですから、一個遅れで次の話題にコメントが噛み合ってしまった。そうそうそう、うん、シュチニクリン、そうパーリーといえばシュチニクリンですね。シュチニクリンってあんまり見たことないですけどね。あ、ゲストが来ました。来ました。次のゲストが来ましたね。まあ、じゃあ、はい、プレゼントをね先週送ったのでそれの反応をお読みしましょう、うん、はい、ミスチャさん栃木県アタス、イオシスヌルポ放送局の皆さんこんばんは。こんばんは。くじ運の悪さがマイナスとマイナスでプラスに、そういうのもあるのか、うん、全員もらえるゴミプレゼント以外で初めて応募に当たりました。ゴミプレゼント、香港土産プレゼント本当にありがとうございます、届いたプレゼントの中身をご報告させていただきます、まあ、同人ゲーム東方マザンダン運命、9月の連休の暇な時間にやってみようと思います。ヒダの恋人生クリームキャラメル甘ーい、セブンのビニール袋に入った各国の小銭、どうしようこれ、そして噂の開拓同漫書情報誌フロンティア8月号、日本語がアニメのタイトルと、人名ぐらいしかわからなくて全然読めない。ただ日本の最近のアニメがいろいろピックアップされていて海外でも人気が高いんだなと思いました。内容はアニメージュとかアニメディアのような感じでした。そしてまだ一回も海外に行ったことがないので、届いた小銭が使える国でも行ってみたいと思います。うん、そう、それはいいんですね。そう、うん、毎回ねどっか行くたびにどうしようもないものを買ってきてですね、うん、ついでにその辺に転がっているゴミを混ぜて、うん、でプレゼントって言って送りつけてるわけです、うんうん、あ、なんか喉鳴った。喉鳴りました。なんかミスチャさんってよく見る名前ですね。ミスチャさんはね、はい、5、6人います。そんなにいるんだ。います。若月って100人ぐらいいるんです。クッキーババアと同じぐらい若月っていっぱいいるんですけど、ミスチャさんはね 5,6 人で住んでます。います。マジですか。クローンばっかりですね。そうです。あら、まあ偏在します。そうなんだ。そう、ゲロに行った時にヒダの恋人っていうのが、まあ、いっぱいありますよね。詳しくは説明しませんけどね。私も最初ねドアラの恋人っていうのを見つけた時ねキャーと思って買ったんですけど、どこにでもあるから、この パクリメーター。そう、なんかね、
あれ裁判負けたはずなのにな。まあいいや。そうなんだ。おめでとうございます。もう一通届いた方、大分県木更井 ACS さんです。はい、ゴミプレゼント感想を当て、1、香港ドル。香港ドルが届いたので、コインソムリエでもある私は早速たくさん見させていただきました。すげえっす。2、雑誌百芸ナンバー25。とりあえず雑誌をいただきましたが、中国語読めない。コスプレのページがあったので楽しませていただきました。3、岐阜のお土産、飛騨のサルボボお掃除モップをいただきました。パソコンに使わせていただきました。はい、以上でございますね。はい、ゴミプレゼント。はい、サルボボって知ってます？知ってますよ。あの黒い頭巾をかぶって、ちっちゃいあのあれですよね、赤いやつ。はい、憎いあいつです。知ってます、知ってますのね。超キモいやつがいたので買ってきてあげました。うん、マジですか。お掃除モップって言って、はい、なんかね毛がね、わしゃワイルドな感じですね。うん、百芸25号も読んでいただいたようでね。うん、百芸なんて読むのか分かりませんけど、本当は。うん、社長がね、あの香港で買ってきました、百芸。あ、そう、百芸届きました。百芸届いた、大分県に届きました。あ、本当よかったです。うん、香港のコンビニで買った雑誌です。謎でしたね。ね、全く謎でしたね。あれヴァンガードって買ったやつよね。ヴァンガード、あ、そう、ヴァンガード、ヴァンガードね。ヴァンガードっていうコンビニね。コンビニね。ねえ、うん、そんなコンビニ。うん、ホテルの目の前にヴァンガードありました。うん、あ、そうだ、あとこれを読まなければ。岐阜県たよりさん、あたす。あたす。あたす。たくやさん、社長さん、こんばんは。こんばんは。先日は、ヘイカンをご利用いただきありがとうございました。ゲロでのイベントのための宿泊に高山までお越しいただけるとは思わずとても嬉しかったです。飛騨牛のステーキや夜の高山の街並み散策など、私が大好きな高山の街の魅力、少しでも伝わればいいなと思っています。お食事の際もいろいろ貴重なお話が聞けて嬉しかったです。寝不足感大事。あと、お土産選定の際の基準がさすがだなと思いました。あのサルボボのキモさは群を抜いていました。あんなものあったんだ。またぜひこちらにお越しになることがありましたらお声掛けくださいませ。 PS、 お渡しした山椒は、鍋やお味噌汁に入れるのがおすすめです。うーん、ということで、先週もちらっと言いましたけど、そのゲロで、ゲロ市、ゲロ市、うん、あそこにあるゲロ市に即売会で行ったんですけども、ついでに、高山にたよりさんいるなと思って、うん、たよりさん家に泊まってきました。うん、正確に言うと頼りさん家ではないんですけど、うん、頼りさん家のようなものに泊まってきました。すごいね、1階にね鯉が泳いでるんだよ。豪邸でした。わ、外国人がいっぱいいました。外国人がお土産屋さんでいっぱいお土産を買う。すごい、頼りさん家何でもあった。すっげえ。地下にプールと温泉と屋上にも露天風呂と、そう、あと客、豪邸ですね。お部屋が777室、777人泊まれるんじゃなかったっけ。777人泊まる。超豪邸でしたね。かっこいい、ね、すごかったです。うそう、いや、それで山椒をねお土産でいろいろもらったんですけど、うん、で山椒をもらって、昨日私お料理をいたしまして、中華料理にちょっと山椒をかけたと思います。すごいすごい効く、香りがすごいし、山椒ってしびれる辛さなんですけど、うん、もうすごい効きがすごい、うん、いい山椒はいいなと思いました。うん、へー、高山名産らしいですよ。素敵。そう、山椒、 お料理しますか。しますよ。得意料理は何ですか。そうめんです。ん？ん？冷麦も得意です。そうすると蕎麦も得意ですか。はい、蕎麦はちょっと以前煮込み蕎麦ってのを作ったらね、はい、非常にまずくて。あ、煮込みすぎた系ですか。それ以来蕎麦はちょっと。あ、うどんは。うどんはいいですね。うどんも得意料理ですね。ラーメンは。ラーメンはやや。やや。やってなんだ。はい。すごいな。最近そうめんが得意っていう人ちょいちょい聞くなっていうコメントがありますけど。あ、本当ですか。本当ですか。やだ、かぶっちゃった。はい。俺もそうめん得意料理にしよう。山椒も入れなきゃね。山椒、山椒そうめんに入れたらもうね台無しだと思いますよ。ああ、料理、料理ね。いや、でも飛騨牛、あ、そう、飛騨牛ね。飛騨牛マジうまかった。先週話しましたっけ、飛騨牛の話。どんぐらいしたっけ、飛騨牛の話。あんまりしてないよね。丼の方の話したよね、次の日の。そうだね。うん、飛騨牛炙り
炙り丼、炙り丼、あれ超うまかったね。あれほんとうまかった。行った日に高山で飛騨牛食べたいってあらかじめ言っておいてたので、ステーキ屋さんに連れてってもらって、ちょっと高いですよってあらかじめ言われたんだけど、うんうんうん、結構高くて、いくら、数千円、鼻が、何のことさんの鼻が今ピクピクしました。私鼻の穴よく動くんですよどうしよう、止まらないやだいやびっくりしましたね。なんかよく、A4 ランクとか A5 ランクとかって言うじゃないですか。うんうん、頼りさん曰く A5 ランクまで行くと本当にサシが入ってて油が多いから A4 ぐらいの方がいいっすよっつって、うん、じゃあそうしましょうっつって A4 ランクのステーキ食べた。めっちゃうまかった。めちゃくちゃうまかった。いいな、油って甘いんだな、甘いはうまいだなっていう、うん、素晴らしかった。その付け合わせの野菜まで半端なくうまかった、うん、そうそう、あそこがね野菜が美味しい地域ですね。うん、うん、素晴らしい、素晴らしかった。野菜が美味しいっていうのはね素晴らしいことです。うん、いやだから肉にさわさびつけるとすげえうまいじゃないですか、うん、それを改めて今回のその旅行で再認識して、うんうん、家でその後自炊でご飯食べるときも俺わさび醤油ここ1週間ぐらい頻繁に使うようになりましたよ。わさびほんと肉とわさびうまい、うん、あとね翌日のあの丼の方は塩で味付けしてあったんですけど、そうそう、本当にうまいものは本当にもうなんていうかあんまり凝った味付けしないでうまいものにうまい塩をつけて食うと超うまい、うん、確かにね、うまかった、うん、塩うまかった、塩うまい。いやそれもあ、そう、それもあって俺あの岩塩をアマゾンで注文しちゃった、うん、あら一昨日かな、うん、そろそろ届くと思うんだけど、そう、しうまい塩はうまいね。そう岩塩とあと、ちょっと前にあそこ金沢行った時に、うん、柿醤油もらったじゃないですか、はいはい、柿醤油なくなったからそれも同じ会社の柿醤油も一緒に俺注文した。 あの柿醤油超うまいんだよね、うん、広島のだけどね、そう金沢でもらう、あのねアマゾンで買える、買います、うん、うまい、そう、柿醤油、うまい醤油もまたうまいんですな、うん、違うんですな、はあ、はあ、違うんですな。何のことさ、なんかモノマネとか得意じゃないですか。モノマネですか、うん、麻生太郎のモノマネとかできませんか。麻生太郎、そうですね、麻生です。やめて合格まだ飲んでないんで、あんまりちょっともうちょっと入ってからしてほしかったな。孫悟空のモノマネ、あ、孫悟空のモノマネは重要ですね。定番ですけど、孫悟空ですか、ドラゴンボールの孫悟空、孫悟空、クリリンのことか。おーおーおお、これあれですよ、今までやってもらった中で一番1位ですね。本当ですか。2位を抜いて1位ですね。そうです。誰が2位なの、誰が2位なの。伊沢はない、伊沢はね最近ね あまりここに寄りつかないからね。あ、本当に。そうレジ打ってんのかな。レジ打ってます。あ、そう助けてよ次のメールは結構ねもうね俺満足してきちゃった。本当に。でもこれで、これで一旦あれじゃないですか、パワープレイじゃないですか。パワープレイいきましょうね。じゃあですね、今月のヌルポパワープレイ、9月、もう9月中旬過ぎちゃいましたね、9月のヌルポパワープレイはですね、トマチョップの歌、苫小牧にトマチョップっていうですね、よいしょ、これか、こういうあの可愛いキャラがいるんですけど、それのですね、うんうん、テーマソング、公式テーマソングをイオシスが作りまして、そちらを聴いていただいております。みんなのトマチョップ、歌が高井さんでございます。お聴きください、どうぞ。ちょ
よし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 。さて、ですね、お願いしてないランキングの方行きたいと思います。まずこちら、北海道おぼろつきさん、あたす、あたす、メルボの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。おぼろつきやっとお米を買う人です。久しぶりですね。ここのところ仕事が忙しく、うさばらしを兼ねて温泉に行くことが多かったので、北海道で良かった温泉ランキング、うん、第4位早雲峡温泉、まったりできます。第3位定山系温泉、広くて良かった、うん、第2位川湯温泉、硫黄臭の漂う温泉街がいい味出してます。第1位函館市八千頭温泉、やたら熱い温泉を我慢して入るとある意味注目されます。そして銭湯料金で入れるのも魅力です。皆さんの好きな温泉はどこですか。この4つはどっか行ったことがあるとこありますか。定山系かな。うん、定山系行ったことない札幌市民はなかなかいないですよね。近いから、ね、近いからね、近いっていうねことは素晴らしいですね、うん、そういう意味だと他はみんな遠いですね。早雲峡、川湯、函館、北海道民じゃないとさっぱりどこだか分かんないと思いますけど、早雲峡はね真ん中の方です、川湯はね右の方です、うん、八千頭温泉は南の下の方です、うん、南の下の方ってひどいな、うん、左下の方です。いろんなとこ行ってるんだねこの人は。そうですね、おぼろつきさんはね、結構ね、いろんなとこ行ってます。いいなおぼろつきさんは。いいな、連れてってほしいな。本当だよ続いて、栃木県再びミスチャスさんです。あたす、あたす、あたす、イオシスヌルポ放送局の皆さん、こんばんは。こんばんは。一度言ってみたいセリフは、うぶなねんねじゃあるまいし。嘘です、ミスチャです、私も好きな日本語はたくさんありますが、とりあえず5つに絞ってみました、はい、好きな日本語ランキングベスト5、何のことさんに読んでもらいましょう、はい、好きな日本語ランキング第5位、解消なし。第4位、恥さらし。第3位、ごくつぶし。第2位、育児なし。そして第1位、けしからん。何のコーナーだこれ。けしからん。バリ雑言が多い気がしますが気のせいです。2位の育児なしは女性に言われるとグッときます。また1位のけしからんは褒め言葉です。けしからんもっとやる。うん。ああ。P.S. スエゼン食わぬは男の恥のスエゼンって手が届かないほど超高級料理だと思います。おお。でも聞いたことある。育児なしって言われたのが。僕の心に残ってるんだみたいなこと言ってる人何人かいた私は言ってないですよ育児なしって言葉残るんだなと思って実体験かと。今度ボイスサンプルに入れてみます。育児なし、はい、いいですねそうか、そういうのもあるのか。そういうのもあります、はい、なるほど、うん、いいですね。カンコレのランキングも来てますね。ネッコウサギさん再びですね。北海道アタス、アタス、アタス、カンコレランキングです。ツイッターの1日1ずつレベルアップするイスズボットの悲しいツイートランキング。解説、カンコレのイスズというキャラはレベル12という低いレベルで改造可能であり、なおかつ改造後に有用な装備を装備している。またやたらよく出てくるので、心ない提督がレベル12まで育てて装備を剥ぎ取り、無慈悲に近代化改修の餌にすることから十二鈴と呼ばれます。これ読みます。はい急に振るっていう、はい、イスズ1日1ずつレベルアップするイスズボットの悲しいツイートランキング第5位。ん、何がもう少しなの。レベル11第4位、このリボン誰のかしら。前にこの部屋を使ってたこのかな。レベル3、第3位、この写真は私。でもこんな場所にいつ行ったのかしら。提督に聞いてみても知らないっていうし、気味が悪いわ。レベル10ですね、第2位、加賀さんにいきなり抱きしめられてごめんなさいごめんなさいごめんなさいって謝られた。何かされたことあったかしら。彼女とは初対面のはずなんだけど。レベル9。そして第1位、やったわ、レベル12になった。ちょうどこの投稿を書いてる日が12日目だったのです
だそうです。はい、カンコレネタでした。なるほど、うん、カンコレでした。楽しいんだな、カンコレって。そうですね、いいですね。もう一個カンコレネタ。あ、最初に読めねえってなった娘ランキング、第5位龍城、第4位村雲、第3位あられ&かすみ、字が出てにややこしいです、うん、第2位稲妻、これ稲妻とは読まないと思うのです。そして第1位ベールヌイ、日本語で OK、 あのロシアの響きちゃう70レベルにっていうね。へえ、わかります。急にね、響きちゃんだと思ってたんですけど、70レベルで改造してみたらベールヌイになっちゃうっていうね。うん、だそうです。カンコレ皆さんやってください。ちゃんと史実に基づいてるんですよね。そうです、そうです。うん、そしてあれです、どれだっけな、あ、これだ。ここで新コーナーおう、まあ急に新コーナー初めてやります。国会中継の時間です。おう、うん、いよいよ、いよいよ始まります。国会中継。愛知県テハスさんからいただきました。早口言葉担当大臣。近頃シャー少佐と5回言えないものや、裏の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたといった滅多に使わないものは愚か、炙りカルビさえ5回連続で言えないものが増えている。これは学校教育における早口言葉の助教を早急に設置する必要があるということで、シャー少佐、裏の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけた、炙りカルビをやってください。はあ、はい、シャー少佐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 、裏の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけた、裏の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけた、裏の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけた、炙りカルビ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 。おお、おー、すごい。シャー少佐がちょっと若干の疑問がありましたけども、シャー少佐、シャー少佐、シャー少佐はな、声優さんですからね。よかった。ちょっとなんか保てた。紹介してませんでしたね、そういえば。あ、そうか、うん、名前しか紹介してなかったですよ。そうですね、はい、声優さんってスーパーになってますけど、まあ、うん、同じようなもんです、はい、同じようなもんです。いや違う違う、名刺もらったら声優って書いてあるもん。まあね、書くだけタダですから、ね、じゃあ俺も書いとこうかな。はい、ってスーパーの声優、スーパーマーケット、スーパーマーケットタクヤって書いとこうかな。書くだけタダですから、ね、俺ジャスコって書いておく。ジャスコって書いて何になるんだろう。国会中継のコーナーね、こういうのもあるんですね、こういうのもあるんですねって1通目ですけどね。これかな、国会中継2通目、北海道猫ウサギさん、3回目ですねこれね、はい、すごいな。猫ウサギアットぬれすけ大魔人って書いてありますね、うん、すごいな。楽譜担当大臣兼ワイシャツ担当大臣です。国会中継を見たことがないような気がしてきたので、普通の文章でワイシャツのランキングを投稿したのはちょうど1年前だということが判明して複雑な気持ちになっています。法案名、私服高校のワイシャツ着用に関する法律。中学校の頃はセーラー服に隠れて女子のワイシャツが見えず、部活のユニフォームでブレザーを着た時にかろうじて拝めるくらいだったので、高校に入ったらと意気込んでいたのですが、残念ながら私服の高校に入学してしまいました。しかし私服の高校とは素晴らしいもので、制服もどきを着用する女子がそこそこいます。そこで全国の私服の高校にいる女子にワイシャツを1枚給付する法律を作ればみんな幸せです。ワイシャツを作る企業、その他スカートやネクタイ、靴下を作る企業は潤い、雇用の機会も増えます。男子は授業がはかどります。やばい、来週は楽譜担当大臣の本気を見るのです。ワイシャツ着用に関する法律について、何の委員はというふうに思いますか、うん、好きだよねこういうの。そうですよね、好きだよね。だから私もたまに着るよ、まだん、でもね、ん、目が厳しくなってきたんだ。
いつまで来ていいかな。遠い目。遠い目をするみんな。鈴木くん。はい。ワイシャツもいいのですが、ワイシャツを配る代わりにメイド服を一人一着配ればいいのではないでしょうか。まだあのコーナーが定まってないから、こういう場合にどう対応したらいいのか、ちょっとね、難しかった。難しいね。誰が何役なのかっていうのもちょっと定まってないし、ね、まだ形がまだないから、探り探りやってるからね、手探り。真っ暗な中でさらに目隠しをして、そう、なんかこう地図もないところでこう手探りですよ。手探りもう散々ですね。そう、そういえばあれですね、私服の高校っていうのもありましたけど、前も話したような気がしましたけど、我々も私服の高校でしたが、学ランを着ている男子がいましたね。いたいた、何なんでしょうねあれはね、学ランって呼ばれたかったんじゃないの。応援団だったっけあいつ、佐藤くん。へえ、いや違ったんじゃないかな、もどきか。応援団ではなかった気がしますね。卒業式の日だけ和服着てましたね。かっこいいですね。お坊さんの格好してましたね。そうですね。そうか。何のことさんは。私はブレザーでしたよ。ブレザー、うん、あれはさ、女子的にはセーラー服がいいの、はい、ブレザーがいいの。セーラー服がいい。セーラー服の方がなんかいいですよね。なんかキュンとするじゃないですか。お、逆に男子は学ラン着てる方がいいの、それともブレザーの方がいいの。女子から見た場合ってあんまり関係ないけど関係ないんだ。なんか股に食い込ませながら履いてる人いたじゃないですか。そんなにズボン上げなくてもいいよって感じで、制服を、そう、なんか、あ、本当にすごい股間のラインくっきりさせながら履いてる人とか、たまにスーツの人でもいるじゃないですか。マジで。私の周りだけですかね。すあ、ごめんなさい、なんか時空が歪んでるんじゃないですか。やばいんじゃないですか。おかしいな。でも男はね、男性の股間あんまり 見ないですからね。まあまあ見ないですね。分からない、そういう人もいるんですね、じゃあね。そうなんだ。そうですね。そういうのもあるのか。あんまり我々あの男子の股間見ませんね。見ませんね。あ、すいません。いや別に見ていいんですよ。見ていいと思いますよ。いいと思います、ね、はい。なるほど、はい。あ、じゃあせっかくだからこれもちょっとご意見聞いてみたいですね。姉子さん、神奈川県、姉子アットポニテ大臣さんからいただきました。こんにちは。ポニーテールが好きな人です。新コーナーということですが、投稿しろよと言われている気がしたので考えてみました。手探りです。ポニーテール法。この法律はポニーテールによる国民生活の品質向上並びに国民経済の健全な発展を図ります。主に女性がポニーテールを言うことにより本人と周囲の人間の活動力を上げることが目的です。ポニーテールには様々な利点があり、一例を挙げると以下のような図式が成り立ちます。女性がポニーテールを言う、活発的な活動が可能になる、職場にポニーテールが増える、ポニーテールにより男性が癒される、仕事がはかどる、経済成長。このように女性がポニーテールを言うことによる利点は本人だけではなく周囲にもあります。そのため国、地方公共団体及びその他関係者は国民がポニーテールを言うための、努力に協力するように努めなければなりません。 1. ポニーテールに関する国の責務。国はポニーテールに対する税制優遇制度を充実させ、国民がポニーテールを言いやすくなる環境を作らなければならない。 2. ポニーテールに関する地方公共団体の責務。地方公共団体は義務教育課程においてポニーテールの正しい知識と技能を国民に教えなければならない。 3. 国民の責務。国民は国または地方公共団体が施策するポニーテールに関する活動に協力し努めなければならない。以上、ポニテ大臣でした。ポニーテール法。なるほど。うん、じゃあ判定を。判定はいかがですか。オッケー。やった。ポニーテール法はですね、成立しました。おめでとうございます。おめでとうございます。
女子はポニーテールをどう思ってるんですか？ポニーテールは一時期ダサいって言われてる時もあったんですよね。なんか今だけポニーテールとかしちゃってる子がさ、おっさんにウケんのよ、マジで私もポニーテールしちゃおうかなって言ってるキャバ嬢がいました、うん、でも今ポニーテール割と主流かなって思うんで。キャバ嬢ってポニーテールします、はい、しないですよ。しないですよね、はい、うん、ポニーテール、うん、ポニーテールいいと思いますよ。ポニーテール、ツインテール、ツインテールなんてやるの？ツインテール下でやったりとか、こう部分的にやったりとかするんですけど、思いっきりツインテールにしてるアラサー女子は今周りにいないな。あ、いるかな、いるかもしれない伊沢さんはツインテールにしてきたことってあります？ないんじゃない？ないのか、うん、私伊沢さん好きなんですよ実は。はい、そう、伊沢はね一方的にね、片思い。あ、お腹痛いカレーすぎ、カレー食いすぎてお腹痛いそう、いやラマイはね、うん、量が多くてね、そうなんですよ、そう、美味しいんですけどね、うん、お腹いっぱいになっちゃう、お腹いっぱいになっちゃいますからね、うん、じゃあお腹いっぱいなんでですね、この後もうエンディングに向かいたいなと思っております、はい。モックアップインタビュー。モックアップはどんな番組ですか？ドラクエ10をやりながらでも聞ける番組です。といっても強ボスとかやってると集中しすぎちゃって聞けなかったりもするんですけれどね、なんちゃって。ラジオモックアップは各種目指絶賛配信中です。幻想郷切り裂く闇の剣、ユーノーミと天然ジミニが送る東方軍人化二次創作の世界を舞台にしたロックがメインの東方ボーカルアレンジ CD 第3弾、2013年8月12日リリース、東方ウォーフェアブラックソード、お求めはイオシスショップにて。やつえもんです。8月19日再び出ます。やつだけハードコアボリューム2、ラフスケッチ組長をヒットに新たな組員も入れて、臨海モスキートのポイオン下げ棒も入ってるよ、買ってね。やつだけハードコアボリューム2、買っとるんかい。今日はですね、ゲストに、なんのことさん、こと村井まりさん、はい、お迎えしまして230回ぶりの登場ということでね、ありがとうございます。次回この調子だと648回の時に出ることになりますけど生きてるかなどうかな生きてはいるでしょう、生きてはいるでしょうよ。もうちょっと早く来てもいいですか？そうですよね、そうしましょう、はい、ぜひ。230回ぶりってよっぽどですよいいとも、いいともとかそういうレベルですよそうですよねいいともだ全く。うん、なんか告知とかありますか？あれ出ましたよ、有馬様が見てるキラ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 、はい、後ろでガサガサ言ってますけどありきら、ありきらに出てます、はい、聞いてください、はい、あとは夢がまりもりというブログを村井まり名義でやっております。あ、そっちは村井まり、そうなんですよ、まあ、いつまで経ってもなのことになったのに、うん、いや、まあ、そう、まだね事務所の方にはちょっと、うん、まだ出てないので、うん、まあ当分は村井まり&なんのこととしてやっていこうかなと。あ、両方使いつつ、はい、あれツイッターはやってますか？ツイッターも一応村井まりでやってます。あ、村井まりで、はい、あ、じゃあ検索したら出てくる。出てきます。 あんまりつぶやいてないですけど、はい、なるほど。ブログは主にどんな記事が出てるんですか？今日は何食べたとか、うん、今日は暑いねとか。あれもうロッテはやってないですよね？やってないです。でもたまになんか見に行ったり、うんうん、たまにステージ出てみたりおえとかはしてます。そうなんだ。うーん、なんかちょっとこうフランクなとこあるんで、はい、そうなんだ、フランクなとこあるんだ、すごい。でもロッテね、今回は
クライマックスも行きますね。はい、行くでしょうきっと。でも何より広島がね、このままだと行っちゃいますね。広島？広島、広島カープ。ああそうなんだ。そうです、油断してた。へえ、すっかり俺なんか巨人が優勝、また巨人優勝かって終わってた。俺セリーグ、俺のセリーグ。いやそうなんだ、今年の広島はすごい。そうなんだ。はい、ほうっていうかあれだ、それより何よりパリーグだ、優勝。パリーグ、パリーグ優勝と目されるあのチーム、マー君。そうマー君チームじゃないけど楽天楽天先輩、楽天先輩行くでしょうね。国ですよね、まさかね。ねえすごいです。まあでも来年にはねきっとね、もうなんかメジャー行っちゃったりしちゃって、なんかうん、そうそうそう、何十連勝したままメジャーリーグとか行ったらすごいですけどね。かっこいいなぁいいなぁ、うん、野球もいける。何のこと先輩、そういえばあれですよ、トークライブ出てましたね。社長じゃないや、博士の、博士の、博士、そうだ、うん、そう博士博士ね、博士ね、博士本当に野球好きなんですね。そうなのかな。え？そっからそこそこ好きだと思いますけど。あー、すごいいっぱい喋ってました、野球のことね。その時酔っ払ってたからあんまり私は、うん、だから噂で言うと登場の際からもうすでに酔っ払っていたという噂を、はい、そうですね、本当にちょっと最後の方だったので、まああることないこといっぱい喋ってきましたまた野球のイベント、野球のイベント今度またありますけど、野球のトークライブイベント、え、いつ出たりすんのかな、年末とかですか。11月9日聞いてないな、博士聞いてないって。こりゃ出ないかもしれないなまさかの、せめてベンチ入りさせてほしいな。そうですね、はい、いればね、またロッテトーク等もあるかもしれません。そうですね、ですね、予定をお知らせします、うん、ですね、イオパエクステンデッドを終わりました。ご来場いただきありがとうございました。結構たくさんの方が来たようでございます、うん、それからですね、東京ゲームショーが19から22日にありまして、それから23日 G スタイルゲームイベント in 阿佐ヶ谷ロフト、これねちょっと聞いてくれる、阿佐ヶ谷ロフトでみんなでゲームするというイベントやるんですけど、チケット今前売り中なんです、はい、で何枚売れてんのって、まあ大して売れてないだろうとは思ってたんです、うん、で博士に聞いてもらったの、そしたらみんなが思っているよりはるかに売れてなかったびっくりした。だからね、みんなね油断してるでしょ、うん、来て。それもう一回 いつですか。ですね、9月23日月曜日祝日でございます、阿佐ヶ谷ロフト、なんだっけな、 DS のゲームをみんなで遊ぼうっていうイベントになっております、うんうん、みんながびっくりするぐらい売れてないです。マジで、うん、だからみんな来てください。なんかいいことあるんですか、行ったら。来るとまず博士の顔を、博士の若かりし頃の顔をプリントしたステッカーを何枚か差し上げます。さらにゲームをして勝ったらあれがもらえます。入場料と同等の金銭的価値のあるプリペイドカードがもらえます。とかあとね結構もらえます。お待ちしております。 3DS 本体はあげません。何のさん23日は23日ですか。食べ過ぎてなければ空いてます、うん、え食べ過ぎてる可能性あるんだ食べ過ぎてなければはい、阿佐ヶ谷ロフトお待ちしております。チケットですね、前売り1000円でございます。安い、安いです。昼ですからそんなにあの大量にビールを飲まなくても良いかと思いますのでね、うん、お気軽にお越しいただければと思っております。そして、9月29日エロ漫画家ピクピクントークライブ、お歌の会ビブラート熱く震わす君の栗、もう読むのもあれですけども阿佐ヶ谷ロフト、阿佐ヶ谷ロフトのイベントは連発しますね。9月29日のイベントはもうチケット売り切れてるはずです。10月12日ラブライブファンイベント、阿佐ヶ谷ロフト博士が司会かなんかでいるそうです、うん、10月13日大阪コーローム、東方コーローム即売会ございます。インテックス大阪、いつものとこですね、うん、あれイベン、ライブなかったっけ大阪。あったっけ、なかったっけ、あったような、なかったような、あったような、なかったような、ありますよ俺がメモってないだけで本当前日かな、前日かな、あ、ん前日かな、あ、出てきた。そう、そういえばなんかブログの記事を見てたら
ボイドカッコハッピーアイスクリームになってて、あ、ボイドハッピーアイスクリーム入ったんだと思っちゃった。あ、そうなの。わかんないけど TH ホールという大阪の、ライブハウスで、イベントライブイベントあるそうです。ゲストしてですねそれから10月19日スペシャルアニケントークライブイベント阿佐ヶ谷ロフト、これも博士います。それから10月27日 M32013 秋東京流通センター、イオシスとノートブックレコーズのブースがございます。社長も行きますね。行きます、うん、結構人が行きますねこれね。あとですね11月なんですが、9月じゃねえや、ダメだ、11月9日、野球のトークイベントがあって、昼に阿佐ヶ谷ロフトであるそうです。それから11月11日 DJ 急行さんとのトークライブアット阿佐ヶ谷ロフト、なんか DJ 急行 VS イオシスっていう構図を作ろうとしているらしいです。お、うん、詳しくはよくわかりません、うんうん、というような感じでトークライブはいっぱいあります。そういえば10月10日がですねイオシスの15周年ということになっているんですが、特に何もやる気がないということになっていまして、うん、本当に何もしないですよ自信を持っていますけどね。15年もやってるんですか。15年、そう、1998年から15年経って2013年ですか。やばいね。15周年記念、うん、記念何かを。さすがに15年もやってますって言っててね、うん、17歳ですって言い張るのはどうかと思うよねそうだね、中学校卒業しちゃいますね、当時生まれた人が。すごいね、うん、15年もやってるんですか。何をやってたんでしょうね。そうですよね、そうですよね。ゴミ CD とかありましたよねありましたね、ゴミ CD はありましたね。よくそこ出てきましたね。はい、懐かしいですね。もっぱらゴミを作ってましたねゴミを作り続けた15年。そんなことはないよそんな、うん、まあ何もしないです。グッズも作らなければイベントもやらないし生放送もやりません。意地でもやらない。あ、本当に何も やる予定がないですね。なんか作ろうかな。お、まだ間に合いますよ。まだ間に合うね、うん、今日だって9月17日でしょ、うん、まだ3週間ぐらいありますよ、うん、まだ間に合う、うん、T シャツとかはね、うん、15周年作ってもね、なんか今年しか着れなかったりするじゃないですか。そうですね、だからなんか使い続けられる何がしかがいいと思うんですよね、うん、マグカップとかさ、うん、なんか今まで出した200何十枚の CD のジャケット全部載ってるマグカップとかはさ、ちょっとすぐ作れそう。なるほど、お手軽とかとか、なんかそういう、うん、ステッカーとかもすぐできますね。ステッカーは1週間ぐらいあればもうできちゃいますもんね、うん、なんかあるといいね。モックさんに一人で15年を振り返る特番をやってもらう。つらいな。つらいな。モックさんがね、過去を思い出しちゃうと、悲しくなるからやめよう。悲しい過去しかないから。そう。モックさんね、うん。ということで、締めましょう。はい。はい。また、230回と言わず来てくれると思いますが、ゲストの何のこと先輩でした。はい。何のことおよび村井真理でございました。皆さんありがとうございましたではではまた、ヌルポ放送局は来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。この放送はイオシスの提供でお送りしました。生放送はまだ続いております、はい、続いておりますが、まだ続いております。はい、ありがとうございます。ちょっとゲストが待っております。はい、じゃあよいしょ。しますし、少々お待ちください。
腕が。あのね、鍋をね、大量の鍋をね、もう使わねえなと思って持ってきた。鍋ですか？ちょっとね、シャレオツなイタリアレストランでプロが使うような、うん、あの、あと中華料理の鍋とかでも絵に熱が伝わらないようになってなくて、うん、タオルを使って持つタイプの雑鍋を買ったんだけど、はいはい、結局いつも使ってるフライパンと鍋しか使わなくて、鍋ね、せっかく買ったんだけど全然使ってなかった。あらあら、なんとかして処分、誰か持っていかないかなと思って持ってきました。なるほど、うん、誰かきっと使うんじゃないですか。誰か鍋いりませんか。本格的鍋検索ワード。いやー、本当にね、俺最近物を捨ててばっかりなんですけど、いよいよ捨てましたね、はい、かなり捨てましたよね。何回も捨ててますけどまだ物あるね。すごいね。よっぽどですね、物の多さ。邪魔に来てます。はい。今唐突に。ええって、ええって。あ、どうも。あ、どうも。あ、どうも。論文の厚さん、ご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。一般人の、一般女性の方。一般女性の方。一般女性の方と。はい。大ブーム、一般女性の方とご結婚というのが大ブーム。そう。今朝9時に。はい。そう、宇野くんもね、一般女性の方と結婚されました、ね。え、そうなの。あらら、何も知らなかった。一般女性。あらら。おすぎさん。あれ、おすぎさんって言われてますけど。ちゃんと表示されてる通り、あの、何のこと先輩。そうです、ね、何のこと先輩ですよ。何のこと、うん、何のことテロップ直すか。うん、そうだね、そうだね。こうやって下に何のことってテロップ出て、ここになんかこう踊らせてるのひどい。これひどいね。これバカにしてんのかって怒られます、ね、移動中だからバレてないと。これはバレねえだろうっていうね。じゃあお願いします。じゃあもね、あの、広島についてどう思ってるの。広島カープでしょ、さっきの話聞いてると。イエスイエス。まあ、それよりも個人的には、はい、あの、やっぱりウラジミール・バレンティン、あ、ヤクルト。そう、バレンティンが55本、56本、57本、今の抜きだい。なんかその落研時代の嫌な思い出、嫌な思い出が、ね、そうそうそう。だからさ、もうなんかあれね、なんか野球の話を急に振られるとリアクションが博士になるね。そうそうそう、わかります。うん、でも結局のところさっきの話とまた被りますけど、うん、楽天さん、楽天さんね、楽天カード、楽天カードね、ー楽天カードで優勝ですよ。クーですよ、ですよ。そうですよ、ポイントついてクークーですよね。なんか優勝しそうですね。どうしたの、ま、いや、ま、いや、マー君ですけど、もうその話もあのラジオで実は何回かやったんですけど、すね、野球評論家の方に聞いたら、ええ、フロントが変わったんじゃないっていう普通の答えで、そうなの、うん、うん、星野に変えて、でフロントも変わって、でそこがやっぱり一番でかいんじゃないかな。あとはまあピッチャーの柱ですか。でもマー君変わってないよね。マー君はね、そうね、変わってないどころか、なんかパワーアップしちゃったよね。マー君&里田舞かっこなんとか、なんのも何でしたっけ。正解？何が正解だったの今。え、今井メロ？今井メロダメですよ。全然関係なかった。関係なかった、ね、なんであのスノーボードの選手はああいう系統の名前が多いんですかね。なんでしょうね、疑問ですけど。今井メロ、うん、他は里田舞、里田舞、村井真理。違う違う、大変ですよ、もう大変ですよ、もう、ね、ビールありますけど。あ、私いいです、ビールは。いいですか。もうね、ビール飲むと黙るんでやめときます。マジですか、ビール飲むと2位を抜いて1位になっちゃうからね。そうそうそう。なんとかしたい、ね、2位を抜いて1位、ね、2位を抜いたら2位です。もう何年も言ってます、何年も言い続けてますけどね。そう、1位にはなりませんよ。なりませんけどね。いまだにあれ、なんかあの人は問題が悪いかのような言い方して、引っかかったのが悪いですからね。ね、あれモックさんでしたよ。モックさんですよ、モックさんですね、はい、台無しです。こちらの方にジャーマネさんが、に右に曲がるとジャーマネにたどり着きま す, す, す。これね、ジャーマネの分身ことフワピオさんで す, す。腕が映って、腕散らしてます。やってる、やってる、やってるっつって、やってる、やってる。報道は出ないけどバラエティはまだ出るよみたいな。え、あの人何持った、何持った。分からないですけど、のりかは何持った、何井川さんか分かりませんけど、まあ、え、長男がみたいな。そうそう、次男、次男だよ。そうそうそう、
ねそう、もうあそこもあれもあの三田佳子さんとの字なんですからね。そうです、ね、あ大変ですよ、大変です。やりますか。あ、待ってた待ってますか、待ってますか。あ、そうですか。じゃあどうしよっかな、どうしよっかな。2本目開けようかな。2本目ってそういう2本目なんだ。あ、2本目、ああ2本撮り、2本撮りの2本目をね、2本撮りの2本目をね、浴びるように、浴びるようにね、浴びるように、ビア&ビア、ビア&ビアね、段ボールごとね、うん、まるでビールですね、なん私にはこれがビールです、私にはこれがビールです、ね、もう北海道ローカルな夕張メロンゼリーの CM からの抜粋ですけど、え、うん、そうだっけ、ああそうかそうか、あれね、これはもう果物ですね、うん、すんごい伝わってないと思うよそうですか、北海道のリスナーさんにしか伝わらない、あの、そうお土産の CM ってその地域、お土産を買う人の地域でしか流れてないからね。そうですね、言われてみればあれそうなんだよ、だから夕張赤服の CM とか流れてないでしょ北海道で、流れてない流れてない、うん、何服も流れてます、何服、うん、んね、だから夕張メロンピュアゼリーの CM を全国で流せばさ、うん、いいのにさ。でもそっか、北海道に旅行に来てホテルでテレビでその CM を見て買うってことなのかな。そう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 、うん、あとは調理師免許持ってないから流せないかもしれない、大変です、そういうこと。でこれあの何の回ですか今日これ今日ビールを飲む回来ては見たんですけど、来ては見たもの、そう、昨日ジャーマネにメールして、はい、ヌルポあるんだけど来るって聞いて、はい、来るって言うから、イエーイ、でもヌルポって何なのっていうのは答えないから、そうだね、うん、そこがまず根源的にね、そう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 、定まってない。やっぱこうでも長生きの秘訣は1年に1ヌルポ出るっていうのがやっぱりね、私は習慣としてますからシュアマネは何年ぶり何回目の登場なんだよでもあの年一でこの時期ですよ大体ヌルポくんの、おお、大体夏ぐらいに毎年ヌルポ来てますから。ジャマネはウィキペディアの記事ないの？ないニコニコ大百科しかない。村井マリー先輩はウィキペディア調べたら載ってたんだよね、うん、そうなんだ、うん、あのジャマネはニコニコ大百科で調べると、うん、あのマネージャーをこうひっくり返した言葉とかいろんなこうやつが載ってて、最後にイオシスのなんとかの人、本校ではイオシスの人について説明するってわけのわからないことってってあれじゃあその校のメインで、そうメインで載ってます。あ、いいねそれは。ただね、悲しいことにね、その私についていろいろ説明書いてくれてるんですけど、はい、一番最後はね、呼吸器疾患のためなんか休養中とか書いてあってしょんぼりなんです残念です ね、 ね、でも今ジャーマネで Google 検索したら一番上にジャーマネ .com 出ましたけど、ああそうそうそう、そう概要出てます。まずそうなんです、ね、あでも がになってるよ。あ、呼吸器系の疾患により活動を縮小していたが、2010年1月2日配信のラジオ有馬様が見ているピュア第50回の配信から活動を再開したと書いてある。ストーカーですよ完璧に、もうこんなところまで3年前のことですけどこれね。そうですよ、もう 4年前ですよこれ、2009年2010年なんてもういやないことですよ、ね、すごいね、記事充実してます ね、ありがたいことで。でも今ラジオね、有馬様が見てるなんだっけ、あもうめんどくさいんでありきらにしましたそういうのそうでしたね、言うのめんどくさいし、元はといえばつけたの社長ですからね、あのタイトルは有馬様が見てるっていうタイトル。そうだっけ、俺がつけたんだっけ。そうです、社長スタジオでなんか社長が面白がってロゴ作ったのが最初ですから。ああそうか、どんなロゴだっけ、うん、言ったらまた怒られますからアニメの制作会社に文句言われますから、まあ、様が何か様が見てるです、うんうん、タイが曲がってる感じの。そうそうそう、タイが曲がっていてよと同じ、うん、そう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 、金目鯛ですけど曲がってんだ、ええ、曲がってます、曲がってます。そう、なんかあのパロディのロゴを一時期しょっちゅう俺作ってましたよね。そうそうそう、あのエイベックフさんとか、うん、ドメインまで取りましたからね。エイベックス、エイベックシュドットコムっていうドメイン取って、あのエイベックシュ取りましたね。エイベックシュドットコムでロゴもなんかそっくりの作って、ね、その後まさかお仕事で関わるとは思ってないからさ、うん、そうそうそう、いやいや、関係一切関係ないです。エイベックシュはジジイのくしゃみですから一切関係ないです。エイベックシュ、エイベックシュ。カトちゃんみたいな。エイベックス、エイベックス。トラックスいっちゃった。そうそうそう、ああやります？やります。あっていうかあれです。ハイテナイドットコムのタグでいけば前回いつ出たか分かるんじゃないですか。あ、そうですか。タグ。タグであの。タグってつけてんの？ま、ただ出演者のタグがついてますよね。まあ、あの分かったところで跳ねるかどうか分からないですけど、話が大丈夫ですかね。タグってタグってなかったっけ？うん、ないですよ。あれ？前なかったっけ、はい、昔あった気がする。あ、そうか、きっと自身のリスナーさんが調べてくれるから大丈夫。なるほど、チャームネが前回出たのはいつかっていうね、それは結構でも去年の今時期の見ればいいってこと。そうですね、でなんか来るたびにおすぎやれって言われてるんですよ。さらに今日はもう夜なんで、はい、夜は夜のおすぎはちょっとね、夜おすぎはないですよ。夜はあれですか、
おすぎの野戦はちょっと。そうですね。体に悪いですから。よくない。体に悪い。野戦。そう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 。そういうことか。そういうのもあるのか。ああ、そっか。それでたどればあんだ。うん。まあ、すごい今、ホームページ見てますね、今ね。これで見つけるのは相当困難ですけどね。すごいですけどね。こう私、不安なのが、ここを今、皆さんからこう見切れてる、ふわぴよの位置からね、喋ってるんで、あのいわゆる、あの、なんですか、コメントが見えないですよ、皆さんの。ああ。もうだから、コメントにもう、邪魔に引っ込め、邪魔に引っ込めと。実は、私はどうしたらいいのかミッドナイトおすぎっていう。朝まで生おすぎって出てます。すごい。しんどいね、朝まで生おすぎ。あら、ちょっと。ちょっと、うん。まあでも CD で5分ぐらいのトラックはできるかなって感じしますけどね。はい。はい。なるほど。うん、これもうぬるぽ始まってることにしたりします？え？あ、もう始まってんのこれ、実は。それも可能です、ね。尺稼ぎで。尺稼ぎ、うん、ああ、取れ高がこう。そうそうそう。あれ、だからサイコロ振るみたいな。だってあれですよ、あの、サイコロ振るあの番組さ、うん、なんか、うん、7時の入りの視聴率、うん、6時半からのいいんじゃないですか。6時半から1時間半分に伸ばしましたから。あ、なんで伸ばしたのあれ。だって昔30分間ぐらいだったんだよ、深夜。深夜、そうでしょ。で、1時間になって、うん、必死に、あの、急になんかよくわからない芸人、あ、よくわかんないって言ってた、あの、うん、あの白い芸人を、白くない芸人を呼んで尺埋めてたのに、そのうちなんとなく1時間埋まるようになって、それでざっくりしたあの精神論で伊藤 P が出てきて、1時間半に伸びたって、ね。精神論で。精神論を振りかざして、頑張りましょうって。あ、ねえ、あれほどなんか、あの街の奇人変人頼る番組もないなと思うんですけどね、本当に。でもね、相変わらずね、結構面白いんだよね。そうだ、見ちゃうんだよね。見ちゃうんだね。あ、ラジオ記事をまだ書き始めてないということですが。じゃあやめようか。いや、でも、ここから、ここから、ここからラジオ記事書いていただければ大丈夫。そうそう。全然、全然大丈夫。じゃあ、ここから、切り取り線。ここから、はい。ここからですね。うん、今から。今から。はい。ふぅ。朝まで生おすぎ。プシュッつったぞ。ひどい。じゃあ、おざなりなオープニングテーマ。はい。そう、2週間ぶりとかでこうラジオをやると、うん、あれ、俺何喋ったらいいんだっけなってなるんだけど、なる。この BGM がかかると、うん、よし、スヌルポ放送局ってなるね。なるよね。パブロフの犬的な感じ。そう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 。条件付けがテーマソングってすごい重要ね。大事大事、うんうん。この曲さえかかれば、なんとなくこう、この番組をお送りするのは、ヨシスの拓也ととかなるから。そう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 、うんうん、ありますあります。やりますか。やりますか。いいですよ、いいですよ。これ、テーマオブヌルポっていう曲です。そうなんですよ。テーマオブヌルポっていう曲名になっております。あら。不思議ですね。不思議ですか。すごい普通の会話に今聞こえる。不思議ですか、今。エンディングの曲はね、ちなみにね、なんだっけな。フェアウェアオブヌルポ。フェアウェルオブヌルポ。ウェルフェア何ヌルポ福祉機関かな。みたいなね、そんな感じになってます、ね。フェアウェル、さよなら。さよなら。ヌルポのさよなら。そういうことだ。不思議だね。2013年9月24日、第419回、今度こそ419回ね、ヌルポ放送局をお送りするのは、イオシスの拓也と、社長と、何のことです。いや、引き続き先週に引き続き声優の何のことさん、声優の何のこと、声優のジャーマネです。はい、言いましたね。はい、よろしくお願いします。今日は声優のジャーマネさんをお迎えしましてですね、はい、いつも通りの放送をやろうと思います。はい、どすこい。いつも通りの放送と言いつつ、いつも何やってるのか毎回覚えてないので、あれば手探りですけどね、うん、常にもう419回手探りを続けて、うん、ゴールはないです。あー、ノーゴール、わかります。ノーゴール、ノーフューチャー。ノーゴール、わかります。うちもあの多分今頃多分418回ぐらいなんですけど、はい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 、やっぱりノーゴール、ノーフューチャー。なんか追い越されそうっていうか、一回追い抜きませんでした。追い抜いて、うん、ありきらって結構自由だよね。自由だよ。うん、だって、毎週1回と限らないじゃないですか。限らない、だって不定期配信っていう国ですから、うん、ね、だから多分1ヶ月に、なんか5、6回流して、次の月全く流さないとか、ドボドボドボって流すよね。そうそうそう。なんかね、出の悪い井戸水みたいな。そう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 。下剤ラジオですけど、ひどい。下剤入れた時だけこうドボドボドボ。最近あの普通に喋ってる会話よりも P が多くなってちょっと困ってるんですけど、ね、あ、すべて代々木アニメーション学院のせいですけど、ね、生放送ですけど、あ、そうですか、いけませんね。代々木 P 学院の、そうですよ、せいですけどね。そうです、ごめんなさいね、本当に。わかります。ごめんなすって、ごめんなすって、はい、カルパスありますけど、あら、ナイスカルパス。ナイスカルパス。代々木カルパス学院が、お、いいですね。
じゃあカルパスでね上をしのぎつつですね。ああ、もうあのこんなテンションですけどお酒飲んでませんからね。ええ、本当にもう。じゃあカルパス食べながらやりましょう。はい、CM を切り替えてないので、うん、あの先週と同じやつが流れます。あ、この後は普通歌ご紹介します。なんと。この放送はイオシスの提供でお送りします。変態さーん集まれ。ぬるこ放送局では変態さんからの他では読めないお便りを募集しています。ニコニコ生放送で毎週月曜20時くらいから公開録音中。でも犯罪ダメ、絶対チオクとの約束だぞ。予測不能極北ハートコアバカ騒ぎサウンド。北海道を拠点とするハードコアテクノアーティストによる異色のコンピレーション、八つ咲きハードコア、 DJ シャープネル、オマージュなど豪華アーティストによるゲストトラックを収録。2013年8月12日リリース、八つ咲きハードコアボリューム3、お求めはイオシスショップにて。ヌルポ放送局ではリスナーが考えた独自のランキングを紹介しています。誰にお願いされたわけでもないマニアックなランキングにあなたは感心するのか、それとも呆然となるのか。もちろん皆さんが考えたランキングも随時募集しています。ヌルポ放送局。ジャマネ最近何してんの？え？何してんの？最近、カルパスの栽培以外何してんの？ね、ラジオやってるんですよ。あら、もっと SEV ラジオで？違う。日高五郎ではない。五郎日高ではなかった。なかった。具体的にはラジオのまず日程のセッティングを、パーソナリティの方としてタイムテーブル作って。スカイプでつないで撮ってで編集して配信だけ TA さんに任せて、うん、それの繰り返し。なるほど、うん、もっぱら、うん、あとモンハン。モンハンやってんだ。モンハンやってる、うん、モンハン買った。モンハンやってんだ。うん、買った。4っていうか1個前の 3DS の方やってますよ。うんうん、うん、この前新作出て。モンハン楽しい？なんかね、うん、あんま友達いないからまだ楽しくない。でも今回なんか Wi-Fi でね、はいはいはい、離れたところでできるっていうんで、うん、それをする友達を探すところから始めようかなと思いますけど。クッキーは焼いてるの？焼いてない。クッキー焼いた方がいいよ本当、うん、あれはね、なんか流行ってるんでしょブラウザーゲームで。あれはね宇宙の真理だから。なんかステラおばさんの逆襲みたいなゲームやってる。そうそうだったんだ。あれそう正解出た。一周越しで。あ、本当正解出ました。一周前の疑問が解けそうだ。そうなんだ、うん、流行ってますねあれもね。そう、なんか1秒間に何兆枚とか焼くんでしょ。そうおかしいよねあれね。おかしいと思うでしょ、ね、やってるとね、うん、もう別になんてことないかな。いけるいける。ただのクッキーだな。クッキーです。チョコチップクッキーです。カントリーマムとかじゃないの？カントリーマムじゃないです。チョコチップクッキーです。あ、そっか。チョコチップクッキーが 1兆枚1秒間に焼けちゃう。すごいね。すごいでしょ。でもねやってるとね、まあこんなもんかな。えっ、うんってできんの？そんなに。大変だね。お便りいただいてます。はい。イオパの話をね先週してなかったんですけどね。うん、ミーズさん群馬県やったっす。うん。拓也さん、社長さん、肉の花正さん、こんばんは。はい、花正です。例によってイオパの感想。おかしいな。何食わぬ顔でスマホを持った博士とすれ違う。開幕 DJ 谷中かっこ前座。まさかのチャゲ&アスカ。まさかの藤子 F 不二雄。中略終点なう、終電なし。終点駅から始まる約5時間半の真夜中のハイキング、かっこ豪雨。大変でしたね。家に帰るまでがね、イオパですからね。ミーズさん、大変でしたね。え、大変でしたね、それは。うん、5時間半歩いたらもう朝になっちゃいますね。うわー、つらい。群馬県やばいな、うん。え、群馬県まで歩いて帰ったの？いや、そんなことはない。群馬県までは電車で行ったんじゃないの？そっか、うん。群馬県まで歩いて帰る場合、まず埼玉越えですからね。そうですよね。ちょっと大変ですね。大変ですよ。
あとちょっとあのチャゲアンダスカが若干気になりました、ね、チャゲアンダスカね、まだこの後あのチャゲアスバカかと思いますけど、これだってモックさんでしょ。いやまだこの後も出てきますから、たよりさん岐阜県あたす、はい、お便りを書いている今現在、私のイオパは終わっていませんが、印象に残ったことを送ります、はい、開幕の DJ 谷中は私の世代にはストライクのアニソン尽くしで最高、うん、キモオールドスクール J-POP のアナログ感を大切にする DJ モック、かっこ宇野氏ダン、うん、睡眠不足で PPPH、 峰岡さんかっこいい、榊だし上がりすぎてヘッドホンを大破する、うん、ハードコア野球観戦からのバレンティン選手日本記録達成おめでとうございます。うーん、B2B 前にビールを購入しに行く訓練されたパーティーピーポーたち、おーすごいですね。VJ 陣のネタストックが膨大かつどれもこれもひどい、うん、B2B はボルテ曲多数で前日にプレイしていた俺歓喜、うん、イオパ本当に最高でした、ナイスパーティー、うん、PS 神谷奈緒さんお誕生日おめでとうございます。あれおめでとうございますおめでとうございます。あれ何歳だったんですか、ね、眉毛の可愛い神谷奈緒さん、眉毛のね、わかりますけど、はい、眉毛の奈緒さんね、はい、おめでとうございます。イオパえヨパには関係ない、ヨパには関係ない、関係あったのかね、違うフェスですよね、そういうフェスもありましたね、はい、そして B 使いさん千葉県アタス、アタス、お久しぶりの投稿です。 B 使いです。台風が懸念される昨今、15日に開催されましたヨーパエクステンドに参加してまいりました。ナイスなパーリーの全容についてはきちんとした感想を書く人に任せるとして、俺 DJ 初めて詐欺こと DJ モックさんのプレイについて試験を述べさせていただきたいと思います。いやー DJ モックはさすがの選曲でしたね。ひたすらチャゲ&アスカを流し続けるとはやっぱりやはりチャゲ&アスカのデビュー当時のキャッチフレーズである九州から大型台風上陸、ほら熱い喉が突き叫ぶを意識されていたんでしょうねDJ モックのチャゲ&アスカ選曲に託した、台風は近づいているけれど俺たちのイオパを熱く盛り上げていこうぜという思い、私のハートにはしっかり届きました。ともあれ楽しい時間をありがとうございます。チャンスがあれば札幌にも、うん、それではまた、うん、やっぱりね、うん、まだ来てます、はい、悪魔と通算千葉県あたす、あたす、イオパエクステンデッド秋葉2013に参加しました。台風18号の接近に伴い交通機関の混乱に備え車で秋葉原へ、開演1時間半前に会場前にを通過で車で通過すると、出演陣一行が会場前でたむろしている光景が、お客としては一番乗りでしたが時間が早すぎるので献上品を博士に渡し秋葉原の街へ、開演20分前に会場に戻るといつものメンバーの顔が、谷谷のオープニングから始まり注目の DJ モックの登場へ、あら好きな曲しか書けない宣言の後伝説が、巧みな DJ についていけず携帯をいじり始めるフォロワー隣にいた某しがないさんはこれは事故だなとの一言それに引き換え楽しそうな DJ モック我々は新しい伝説の目撃者になったようです。これからは彼のことをレジェンドモックと呼びたいと思いますあとミスチャさんからもいただいておりました。入場列の前を通り過ぎる博士さん、 DWAT さんの忘れ物を取りに行くとか何このね、いつものテンプレ文ですけどね前座座前座だとは卑下していたけどもアニソン選曲良かったですよ DJ 谷中さん、モックさんにつなぐヤマメダニアンもグッジョブ、ああそうつないだ、そしてちゃんとした DJ は初めてのモックさん登場、いきなりチャゲアスのセイイエスで困惑するフロアそれからつなぎとか一切関係なく、ただただチャゲアス曲を連続して流す DJ かっこはてな、つなぎはつなぎはさすがにちゃんとやったんじゃないの、自分の車と勘違いしてんじゃないモックさんなんだかんだ準備とか練習とか律儀にやる人だからと思っていた私の思いを返してくださいフロアで突然博士さんに無料配布 CD を渡される、え今なんですか帰りとかじゃないんだと思いつつしっかりゲット、途中 VJ イカさんの誕生日を祝うために運ばれてくるケーキ、エアコンの風で何度もろうそくが消えていました続いてシャレオツジ DJ DWAT さん登場、ノリのいい曲の間に、間にドラえもんやパーマンをはじめとする藤子愛あふれる選曲、フロアには DWAT ワールドが広がっていました。フロア後方で野球中継を見てる、どんだけフリーダムなの、
実力派 DJ 宇野さん登場。踊らないと言っていたがすまん、あれは嘘だ、体が勝手に動き出すんだ。ショットを2杯ほどお客さんから投下され、ちょっとやられ気味の宇野さんでしたが、そこは DJ 話、DJ 魂で乗り切る。お、最後の45本ほどで DWAT さんと宇野さんが準備運動を始めたので、最後の力を振り絞ってハイネケン片手に前へ、締めは DWAT さんと宇野さんの2プラトン DJ、 そしてお待ちかねの飲酒オンザビール乗っててよかったハイネケン、うん、DJ のお二人や VJ のイカさん、つかつかさん、フロアのお客さんと何度もおビールで乾杯できて感動の極み。イオパ初参加でしたが本当に最高でナイスパーリーでした。また関東でもやってほしいですか。今度は札幌に行っての参加もできたらやりたいと思っております。栃木県からね。素晴らしい素晴らしいナイスパーリー、ね、ナイス栃木、ナイス栃木、うん、ナイスハイネケン、はい、ちょっと確認したいことがいくつか何件か疑問が湧いてきましたけど、イオパとはそもそも何なのか、うん、そしてセイイエスとは何なのか。セイイエスだってちゃんとヤマメダニャンで繋いでくれたんでしょ。そうですね。なのにパスね。余計なことだとないよねって入るわけだ。余計なってすごいよね。すごいよね。自分の曲からね、うんうん、いやだから何か来てもそれを流す予定だったんで、まあまあまあ、ずっと着やすだったんですかねっていう話ですよね。話ですけど、しかもあれでしょ、だってこうつなぎも何もないわけでしょ、だから1曲もしかしてさ終わって流し終わってこうなんかフェードアウトとかなんかジャーンとかで終わってまた次の曲普通にかかってたの、もしかして。そうです、ね、しかもさ、モックさん技術的にさ、それあれでしょ、リミックスとかできないからさ、と思うよ、そのまんまかけてるだけでしょ。だって普通喋ってるだけで怪しいですから。もうなんか流せるわけないでしょ、回せるわけ。そうだよね。最終的にはやいやいやでお茶を濁したらしいですけどね。あ、最後に、まあ、最後にやいやいや流した。なんかみんなで拳突き上げらなんとかなるみたいな。そうそうそう。そうなったみたいですけど、ね。最後にモーニングムーンとかないと思うんだよね、さすがに。そうです、ね。最後にまたセイエスをかけちゃうね。ちょっとどうかと思いますけどね。大好きです。なんかせめてさ、なんかリミックスじゃないけどさ、うん、せめてカットアップしてちょっとなんとかするとかさ、なんか混ぜるとかね、なんかあるよ、なんかやればよかったのにさ、ね、自分の曲を混ぜるとかさ、すれば、まあ、すればよかったのにさ、そのままか、すごいな。さすがだね。いや、チャゲアス好きですよ。すごい。チャゲアスに罪はないですよ、うん、チャゲアス俺もすごい好きで、罪はレジェンドモックにありますから、うん、CD とかすごい買ってましたし、うん、ありますけど、さんチャゲアス好きすぎるのが問題なんですよ、うん。いやすごいね。途中でなんかおいしん坊をかけるとかそういうことあればいいんでね。あーあー、そっか、山岡ネタ潰しちゃった。言っちゃった、言っちゃった、うん、イオパーなんかたくさん来ていただいたようですね。お酒もだいぶはかどったようで、いいですね、よかったんじゃないですかね、はい、またやりたいですけどね。モグラっていうのがまたいいんですよね、あそこね、うん、いいよねモグラ ね、 ね、俺行ったことないんだよね。あれ、いいよねっつといて、うん、ないんだよね。トメさんないの。ナイス、あらナイス、うん、俺もないないのかよ。乾杯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 。クソクソ、かぶせられなかった。俺は行ったことがあるからかぶせられなかった。この野郎。いやていうかね、俺もね、洞爺湖で DJ デビューして香港でこの前ね、うん、DJ として回してきた身としてはですね、すごいすごい、ね、日本に凱旋 DJ パーリーをしたいぐらいですよね、うんうん、社長の名刺にね、まあ、DJ、ね、声優、うん、DJ 三国志声優ブラウザ三国志、ブラウザ三国志、名手、ジャスコ、ジャスコ社長社長ゆうのよしみ、そうかっこいい、うん、かっこいい、どれが名前か分かんない、ね、ゆうのよしみ、ジャスコゆうのよしみ、さっぱり分からん。ジャスコゆうのよしみ、おしまいやものか、略したってジャスコよしみって言われてわけわからない名前になってるかもしれないですよね、ほんとね。ジャスコよしみいいね。ジャスコよしみ。ほんとすいません、ほんとに。いいね、北北海道、南越谷っていう。そうそうそう。ありましたね。ああ、いいですね。ああ、疲れた。はい。ああ、疲れた。今日すげえ眠くてさ、うん、朝眠くて起きられないし。うん、あの多分3連休ずっと家でクッキー焼いてたせいだと思うんですけど、あ、体がね最近ね、なんかねレボリューションしてて、意味わかんない進化、うん、レボリューションしてる。あ、本当レボリューションしてる
なんか S レアから S レアプラスになったりしないの？なるなるなる。なるんだ。なりますなります。なんか絶対レボリューションしてない声がしたい。エイブクシュ。エイブクシュ。エイブクシュ。続いて。トラックス。愛知県テンハスさんいただきました。アタス。アタス。友達と喋っていてウェブラジオやりたくねという話になったので投稿します。やめた方がいいよ。さて始めたいはいいものの何が必要か分かりません。パソコンのマイク端子にマイクを挿すだけじゃまずいでしょうか。またどういったマイクが良いのでしょうか。マイク以外に必要そうなものなど教えていただけると幸いです。今日ね幸いね、うん、ウェブラジオを始めて早数十年、あらジャーマネ大先生に来ていただいております。どうも何のことです。今日ね何のことさんはねウェブラジオの達人ですからね。そうですよ。もうコンプかけてリミッターかけてピョンピョンだですよ。ピョンピョンなんですよ。本当にもうすごいです。波形ピョンピョンですよ。ピョンピョンですよ。ああ本当にもうバカにしてでしょ。そんなことないです。誰をバカにしてるのか分かんないけど、はい、ウェブラジオね、はい、ウェブラジオね、はい、どうすればいいんだろうね。昔あの社長スタジオで我々始めた頃は、うん、どこかからかもらってきたやたらでかいミキサーがすでにありましたよね。そうだ、それよりもはるかに、それより一回り二回りでかいやつ、ね、なんか何十チャンネルあったんだっけねあれね。あるある。普通に買ったら100万ぐらいしそうなやつを中古っていうかいらないよっていうもらってきて、うん、めっちゃ重いんだけど、そうなんか昔のねエレクトーン引っぺがしたようなやつ、そう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 、木のね枠でね、そう、そう昔のエレクトーン床抜けちゃうやつ。んそれと床抜けるミキサーと最初は MD 違うだ、まあだからパソコン何人で喋るかにもよりますよね。そうそうそう、一人喋りだったらそれこそさっきお便りにありましたけどマイクタッチにマイクぶっ刺してやればいいじゃないですか。もう USB とかでガシャってやっちゃってもいいじゃないですか。あのノイズとか関係あるとするならば、気にする方はね、そう USB のマイクなんか刺しちゃえばもうノイズ入んないですから。そう、もうなんか何はサプライか分かりませんけど、ハリケーンミキサー、おおミキサーが必要だっていう話だと思うんですけどね。あそう MD、 あそう話脱線するんだけど、どうぞ。また最近オレンジの家のものをねひたすらこう窓から投げ捨ててるんですけど、昔の MD のディスクが出てきて流してよかったかな。昔の MD のディスク出てきて、うん、あの昔昔昔昔のことがおじゃった、何のことちやめよう、おっかおっかはい続きをどうぞ。いいですやめましょう。いいんですか。MMD 担当大臣。MMD って違います。 MD そっちに箱に入ってるやつだよね。そこに置いてあるやつだよね、その古い MD。 今若い方って MD ってまず分かるの？ MD って何の略ですか？ミクダンス。なんでワンミクをミットしたんですか？取れた。 MMD じゃなくてミクダンス、MD、ミクダンスミクダンスでいいじゃんね。なんでミクミクダンスなんでしょうね、わかりませんけどね。そうですね、初音ミクダンスにすると HMD になってなんかあのこういう感じっぽいね、うん、バーチャルボーイ違います。ヘッドマウントディスプレイのこと言ったんですけど、ヘッドマウントディスプレイね、 HMD ね、びっくりした。ああもうね5秒前に何言ったかさえもう覚えてないね。ウェブラジオをするにはどうすればいい。あ、そうそう、そういう話、そういう話。そうそうそう、そういう。でも本当にだって一人でやるんだったら、うん、マイク端子つなげればいいし、二人でやるならスカイプとか、ね。じゃあ稲葉は100人乗っても大丈夫だとしましょう。はい。そしたら100人分のマイクがいりますから、それは大変ですよ。大変ですよ。それは大変。それはやめた方がいい。うん。100人でウェブラジオとか、稲葉の100人とっても大丈夫ラジオ始まりました。お。とかってやんない方がいいです。そうなんだ。スポンサーは高知ゾーン雪物、雪の物を提供しよう。全然関係ないやつか。なんで雪の物なの。稲葉物置じゃねえんだって。そうそうそう。どんぐりお山の小田抜きがですよ。あの CM 長いよね。すいません、北海道ローカルでまた。あれし、北海道しか流れてない。あの一応関東にもね、あの何ですか、看板とかはあるんですけど、CM はね、あギリギリアウトですかね。うん、雪の元って、雪の元って使ったことないけどね。あ、まあないです。あんだけ散々 CM 流されててね、何百回と見てるんですけど、使おうと思ったことないですね。ないですね。うん、で何の話でしたっけ？なんだっけ？ラジオ作る話。稲葉、ウェブラジオだ。はあ。もう一人いれば言ってもよかったんですけど、いいですか。もう100人ぐらい用意しますけど、はい、BGM はあのフリーのものをこう、うん、もらってきたりとか、確かあれだよね、イオシスの YouTube にアップロードしてある、うん、BGM はなんか使っていいですよって、うん、書いてあるんだ、ね、使ってもいいんだけど YouTube にアップしてほしいんだよね、うん、なるほど、うん、じゃあイオシスの
YouTube のチャンネルから使いたい BGM をこう、うん、ダウンロードしてミックスしてなめこって言ってミックスして、はい、YouTube にアップすれば OK YouTube にアップする分には使っていいわけだDJ 稲葉の新しいラジオ始まりましたおかしいなさっきなめこって録音されてたんだけどDJ 稲葉がなめこって言うんだで, もまあでも真面目な話するともうお金かからずにねそれこそまあマイクだってそのマイク端子とか USB にぶっ刺すなんて1000円ぐらいで今買えますし、はい、でミックスもねそれこそもう一番低いランクでいいんであればフリーソフトなんで例えばサウンドエンジンとかいろんなフリーソフトありますからできますよで BGM もフリーだとねでも上げるところも今なんですか YouTube そうですよ上げればいいわけですからそうですあとはちゃんとあの電気代さえ払ってれば電気代があれば電気があれば何でもできるそうですできますよ本当にもう大変ですよ電気があれば何でもできるという風潮がありますが誰誰誰あー疲れた電気担当大臣はいぴょんねよくわかりませんけどねあもういいや、はい、もうね、うん、もうね何でもいいっす、うん、よっぱ盛り上がってみたいですねそうですねはいお便りまた一個前のお便りに戻っちゃった流行ってるの？あの ラジオを作りたい方には参考になったんですかねこれは。でも BGM 混ぜるとかってぶっちゃけめんどくさかったりするよね。うん。BGM あった方がそれっぽくなるよ。うん。うん、だから掛け取りがいいんだよね。そうなんか黙っててもずっと喋ってる野球バカの人だったらいいんだけど、うん、なかなかそういう人もねいないと思う。そう。ほっとけば美味しいものの話を1時間ぐらいするやつがいればいいんだけど、そうでもないと思う。なかなかいないですから。あと収録してるつの後ろで寝てるこれ。ことによって BGM がいびきっていう人もいればいいんですけど、あ大体そういう人いないと思いますので、BGM 用意していただいて、あった方がいいですね。あった方がいいと思います。で、BGM をかけながら、うん、それで Ustream で生放送をまずしちゃうんですよ。ああ、やっちゃうんだもん。そうすると Ustream に録音が残るから、そうだね。それダウンロードすればいいんじゃね？おお。勝手にミックスされるでしょ。すごい。はい。それでいいよ。キューベスとかいらないよ。今時もうそんなもんです。うん、すごい。YouTube で、あのハングアウトとかで録音とかもできます。あーそっかかっこいいハングアウト、YouTube、できますハングアウトって何お腹が空きすぎたのハングアウトハングアウトってどういうことかなと思ってハングリーアウトでも今時なんかね YouTube とかも作った動画をウップするんじゃなくて、うん、よしこれから配信しちゃうぞポチーでウェブカメラの映像をそのまま録画しつつアップロードっていうのが普通ですかね。あ、そうなんだ。なんか一時のなんか私がやってた、まあ、あれは絵つかないですけど、生放送そのまま残しちゃうみたいなね。そうですよね。そうっす、そうっす。まあでもこれもそうですよね。これもね、うん、そうでもないようなことが。ニコ生、あの1週間しか残りませんから。はい。うん、ああ、そうか。そうなんですよ。なるほど。前だってスーパー社長放送局とかやってた時はさ、ニコニコ生放送ってまだなかったよね。なかったと思いますよ。なかったからだって動画でラジオ俺作ってアップロードしてたじゃん。わざわざ。もうそれはスーパーですよ。珍しい、うん、そんなことあったけど、今はあのダンスミキサーがもうあのあれですよ、うん、なんだっけ、メンテナンスとかも終わっちゃったから、サポートがサポート終わっちゃったから。そうなんですよ。だからあのゆうのよしみ先生のあの顔が出せないからさ。そうなんですよ。だからそこで MMD ですよ。出た、マグナムドライですよマグナムドライね。また1個なくなった M が1個足りないですけど、ね、M が N になっちゃったけどね。本当だ。まあそれはいいんですけど、謎ですね。はい、はい、スーパー社長宝石がありました ね、はい、MMD でやるか。じゃあ ね、またやりましょう、うん、そうですね。あとはウェイボーの話、ウェイパーと似てるね、ウェイボーの話と、ウェイボー似てますね。コスプレの話と、うん、AMD の8コアの話と、うん、来てますけども、うん、どうですか？何何？なんか後ろで社長がなんか言ってますけど、これ前届いてます。あ、いいですいいです、そんな気にしなくて。そのままで、はい。これ本番中ですよね。バレました？ええ、もうヌルポですよねこれね。ヌルポですね。あ、あ、あ、大丈夫ですか？聞こえますか？ヌルポ、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 ヌルポ。今ねコスプレの話と AMD が2票入ってますね。AMD が、AMD の話しましょう。おう。みんな大好き AMD ですよ。AMD のお便りがあるの？ありますよ。今コメントでたまたま AMD とか言ってますけど。いや、ありますあります。あるの？へえ。
愛知県テンハスさんあたす。あたす。私は今サブ機に、自作した AMD の8コアを使っているのですが、熱量がすごい。でもやっぱり熱気をすごく発する PC っていいですよね、うん、こう仕事してるって感じで。それにそういうのを見るとファンをやたら高速にしたりしてひたすら冷やしたくなります。なんかすごい発熱をねじ伏せた気分。イオシス男性陣の皆さん、 PC を自分で組む人、俺はの〇〇の PC しか買わねえとかってありますか。最近はねめんどくさいからね、昔は自作しましたね。最近は組み立てないですね。組み立てませんね。結構自作、10台とまでいかないですけど、5台以上作りましたね。懐かしいですね。大変でしたねあの頃はね。意外と ね起動しなかったりしますから、ね、今もう3万円ぐらい出して適当な PC 買えば十分クッキー焼けますからクッキー焼く専用なのそれは。あのクッキーやってごらん、 CPU めっちゃ食うから。え、食うのマジで。ものすごい演算をしてるから。なんでだって毎秒7000万クッキーとか焼くわけだから CPU 食うわけ。毎秒7000万計算はしないでしょ。でも1クッキーごとに演算してんのかなそれだって焼いたクッキーが、ね、上から落ちてくんだよ。 あれの演算がすげえんだよ。おかしいでしょ、何キロバイトパークッキーとかっていう単位がおかしいでしょ。ないですよ。だいたい 1テラ CPS ですか、はあ、うん、クッキーパーセカンド、クッキーパーセカンドそう CPS って単語はね、あの単位は割とね、あの普及してます。博士だからちゃんと C って言ってよかった。多分博士だったら K とか言いますよ、ね、あ、言いますね。クッキー K って言いますよクッキーの綴りが K で始まる。そう危ない。昔ね、買いましたよね、ペンティアム2とかね、ボックスで買いましたよ。懐かしいです。懐かしいです。懐かしいね。もう我々おっさんですから、テレ放題の世代ですからね。そう、ISDN64 の話しちゃう。ああ、もう64、64、12%、テレフォーマンの話しちゃうよ、俺どっちもの話しちゃうよ。どっちも関係それ携帯にもピッチングの話でしょ。それは違ったっけ。そう、 PHS だとそのネットの回線のパケット使用量が安いから。そうですよね。どっちもにして PHS でネットをやる、どっちも知ってる人そんな少ないじゃん。今熱いな。ドコモでね、ドコモだよね確か、そうですよ。PHS と、PHS と何？もう一個は何？携帯回線？携帯回線。携帯。2G ですね。あ、2G か。2G か。そうだ。2G 回線と PHS 回線両方を1台の端末でっていうのがあったんですよ。あ、ムーバか。ムーバね。ムーバだ。ムーバ。ムーバだ。あと社長いまだにあの白黒液晶の携帯使ってますから、うん、そうマジで SH208 使ってますから。そう、白黒のね、違うわエクスペリアレイエクスペリアレイね、これ2年前にスマホにしました。15年目で初めて社長のなんか乗りツッコミみたいな。そう、俺乗りツッコミ下手なんだからさ。もう違うわっていう。もうやだやだ、もうもうなんで、もう多すぎです時間層すぎです。いや、反応すぎ出ました。はい、すいませんでした。ピーコはいないんですね。ピーコは出たためしない。ない。いや、ノーピーコ。ピーコ出たことないの？ピーコパーセカンド。え？ピーコ焼くの？ピーコ焼いちゃう。おかしいでしょ。1秒間7兆ピーコと。すごいね。すごいな。クッキー焼くのババだからね。ああ、そうなんだ。あれはでもジジ、ん？ババ、ん？おすぎとピーコは？ジジイなの？ババアなの？おばさまなの？あの、それは何、触れちゃいけない放送コードに。あ、そっか、さすがのヌルポもね、そこはダメ。そこはちょっと、あ、そこはダメ、あ、わかりました、失礼しました。次とピークはちょっとデリケートなんで。あ、カット、デリケートゾーンなんで。そうそう、はい、やだなその言い方やだな、その言い方やだな。ダナキン、あれいきますか、パワープレイいきますか。はい、9月のパワープレイでございます。トマコマイのチャーマネトマチョップ知ってる？知ってる。トマなんとかスラムガイだっけ違った。惜しいんだ。あ正解やった、正解な、やったギリギリ正解でした。そう、最近あのピエリ笑顔っていうキーワードもありましたけど、ね、はい、まあ、あんまり触れないでいきましょう。トマチョップっていうね、可愛いキャラクターがありましてですね。知ってる。彼でしょ、彼彼女わかんないけど、うん、答えるよちゃんと。うん、はい、駅を降りたら、うん、
違うやつですね。違うね。ちょっと違う、ね。違うやつですね。トマチョップの公式ソング、みんなのトマチョップ、作詞七条レタス、作曲、編曲、DWAT 歌高井さんでございます。ホッキはね、トマチョップの中に含まれています。え、あ、本当だ。そうなんです。小さい2だ。そうなんです。ホッキ入ってます。これ間違えて木まで入れてしまうとトマチョッキになっちゃいますトマチョッキプはハスカップのプですからチョッキしちゃうっていう、ね、そうですよ、まっすぐ帰りますから。みんなのトマチョップ聞いてください。では久しぶりに登場して七面鳥先輩も荒ぶってましたけども、はい、47都道府県お便り完全制覇のコーナーっていうのをやってましてね、はい、まあ住民票を持ってる方からですね、はい、適当にメッセージを送ってもらうという、うん、コーナーでして、うん、前回ですね茨城 vs 山梨で茨城1対山梨0という閉まった試合をクロスゲーム、はい、お送りしたわけですけどもいいです、ね、その後ですね応援メッセージが来てましてですね、読んでおきますね、うん、山梨県もぐわいさん変態4級病棟切りさんからいただきました。あ、お大事に、お大事に。拓也さん、社長さん、その他の皆様こんばんは。こんばんは。さて、いつの間にか山梨県が終わってしまったのですが、見事ゼロツーだったので山梨県の素晴らしいところを紹介します。ちなみに住民票は取るのが大変なのであえて送りません。山梨県の甲府駅には武田信玄像があり、意外と大きい像なのですが、はい、その目線の先をまっすぐ進むと 1.5km のところでスポーツセンターがあります。なんと、そのスポーツセンターの1階にはプール場があり、ガラス張りになっているので外からでも泳いでいる様子が見えます。きっと武田信玄さんが見えやすいようにガラス張りになっているかと思うと、山梨はいい街です。ん、以上です、うん、ガラス張り、ガラス張りのプールがあるみたいですね。ガラス張り、山梨甲府いいところですね。じゃあプールのどこがガラス張り、外なんですかね。デリケートゾーンですか。違う、おかしいですよおかしいですよあれっていうかさ、あれもしかして住民票お持ちなんじゃないですか。持ってるんだけど、でも取るのが大変だから送りませんって書いてあるけど、うん、はい、
もしかして、いや、あれですよ、住民票のコピーとかを送っていただかなくても大丈夫なんですよ。自己申告なんですよ。まさかの原本。もしかして、あ、そうか、コピーを送らなければ証明にならない。コピーの副写を。なことはない。あれじゃあ、もしかして1票いけたのかな。いや、まあ、間に合ってないよね。まあまあ、あ、そうか、うん、まあ。そうか、もしはもう引っ越しているけど、住民票は移してないとかね。うん、ああ、そっかそっかそっか。あ、そういうこと、あ、移してないってことですね。ありますよ。わかります。はいはい。うん、住民票。もう一つ山梨県への応援メッセージ、トルコ企業さんからいただいております。あたす、あたす、皆様こんにちは。山梨は某カタカナの指名在住トルコ企業です。なるほど。どうでしょうね、うん、山梨ネタとして私からは果物の話をします。私の家は果物農家なのです。出荷しているものとしてはブドウ、サクランボ、桃、甲州梅、甲州梅、甲州梅を生産しています、うん、他にも私の住む山梨西部エリアではリンゴやキウイフルーツ、柿もなかなかの生産量を誇ります、うん、東部エリアも含めると関東地方を相手にした近郊農業と観光がメインのフルーツ王国となります。春は一面が白やピンクの花まみれになり、花が美しさを競う中を颯爽と駆け抜けるマラソンイベント&競歩大会があり、初夏を過ぎると次々と果物が実をつけま す、 ああ、いいですね、春から秋まで見てよし食べてよしな果物にまみれた甘ったるい県です、うん、変わり種だとクワの実狩りもおすすめです。ただ数ある果物の中で私がおすすめするのはスモモです。基本酸っぱいと思われているスモモ、酸味が際立つ品種が主ですので加工食品として出回ることが多いのです。ミキプルーンでしかスモモの味を知らない方も多いかもしれません。甘さイコール美味しさと認識されがちな果物にあってはなかなか人気は上がらず、全国シェアナンバーワンであっても桃やブドウの陰に隠れています。もったいない。ぜひおすすめの品種キヨウ、尊いに、お日様の太陽のようですね、気温を食べていただきたいです、汁気が多い果肉をかじれば先行するほんのりとした酸味に爽やかなすっきりな甘みが広がります。いいですね。どこをかじっても甘酸っぱさに口の中が幸せになります。すももの革命児なんととまで評される気温ですが、手を出しやすい金額ですのでぜひお試しください。すももの本気が味わえますよ。以上、兼業農家からのお便りでした。とりあえずみんなすももを食べなよ。おー、なかなかこの我々も34年ぐらい生きてきましたけど、スモモをこんなに押されたことはなかったですね、うん、スモモって私うっかり検索しましたけど、プラムとイコールで乾燥させるとプルーンと呼ばれるそうですね。ミキプルーン。スモモってあんまり食べないんですか。食べないですね。あれ、なんか私小さい頃給食とかでスモモって出てたよ。あれ、え、プラムとイコールなんですか。生のものをプラム、スモモっていうんですね、うん、あ、じゃあ給食でスモモが、うん、そう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 、給食でプラムが出てたよ。おう、じゃあ一緒じゃない、うん、じゃあ同じじゃないですか、うんうん、多分給食で食べたことがあるって人が結構多いんじゃないかなと思うんですけどね、うんうんうん、給食の2大おいしい果物といえば、そんな言った、そんな言ったそこまで言った、いや、2大果物といえばあのプラムか、うんうん、レッド、レッド、あ、いや、ライチ、ライチ、あ、ライチか、みかんもいいけどね、みかんもいいけどね、給食、給食ね、プラム、うん、ドラゴンフルーツ、ドラゴンフルーツなんて出るんですか。へー、今すごいね、あっちの方では出るんですか。プラム、冷凍みかん、ライチ、あ、美味しかったですね。給食で一番好きな献立って何でした。あー、なんだろ俺混ぜご飯が好きだったな。あれ、あ渋いですね。あの昆布混ぜ、昆布じゃない、わかめご飯とかなんかね、すごい好きだった。あー、うーん、私はもうお小遣い舌なんで、あの例えばスパゲッティミートソースとか、 あとあんかけ焼きそばだとみんなテンションが上がってたような気もする。あんかけ焼きそば、うん、うん、あのまずそばがこうなんですか、バットっぽいやつにバーッと入って出てきて、はいはいはい、それまあさらに盛りますわ。その後にこう鍋っぽいやつに入ってるあんかけを、よいしょよいしょいただく感じでしたね。そう、ソフト麺的なね、ソフト麺までいかないかな、
ソフト麺美味しかったね。ソフト麺って独特な食物だよね。あ、そう、きなこパンも結構テンション上がりましたね。きなこパンなんてあったの？あれ？あれ？え？なかなかこう3人の共通の噛み合わない。え、何？オレンジご飯？え、何？オレンジご飯って何？コメントでオレンジご飯ってある。炊き込みご飯かなんか。ミルメイク、ミルメイク？ああ、ミルメイクは美味しいですよね。あの給食で私の世代は出なかったですけど、ミルメイクって分かります？ミルメイクはなかったな。あ、なんだ、給食じゃないけど俺勧誘好きだったな。あ、勧誘食べすぎてね。そうそう、親に怒られたりするんだよね。あ、そうそうそう、1日1個まででしょみたいな。そうそうそう、勧誘とかさ、あのドラッグストア行くと普通に今売ってるわけじゃないですか、うん、でかい缶で売ってますよね。そう、つい買いたくなるんだけど、あ、でも今食っても美味しくないんだろうなと思って買わないですけどね。まあ栄養補給にはいいのかもしれないですけどね。俺前の会社にいた時、社食じゃねえや、あの寮の食事で一番っていうか唯一好きだったのカレーでしたね。あ、カレーうまかったな。カレーいいですね。なんかね、千葉県我孫子市の某寮だったんですけど、うん、なんかね、北海道生まれの俺には見たことのない魚とか焼き魚に出てきて、文化の違いを感じたね。まあ、でもカレーはね、全国津々浦々一緒だなと思って安心して食べましたね。でも北海道のスーパー逆に行くと見たことない魚いっぱい並んでたよ。うん、でしょ。うん、北海道すごい、魚はやっぱりね、うん、違うからね、地域によってね。そう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 、いいですよね。最近サンマがうまくてですね、北海道はですね、サンマの時期になってきました、ね、もう時期ですか。秋です。もう日がね、短くなっちゃったね、もうね、すぐ暗くなっちゃうね。へ、うん、秋ですね。今の誰だ、誰だ、誰だ、今の誰、今のね、わかんない。誰か、道端の誰か。秋ですね、秋ですね、結構長めに言うんですよ。道端の誰かって新しいな。なかなかないな。道端の何ジェリカか分かります。何ジェリカ、何ジェリカぐらいだと思いますけど。ね、本当に、うん、いいですね。勧誘おすすめ、勧誘おすすめ。勧誘はビタミン剤みたいな、キャンディーみたいな、そうそうそう、もんです。うんうん、はい、ソフトキャンディー的なね、歯応えだった気がしますね。はいはい、で、山梨はね、今日の本題じゃないんですね。違うの？そうです。それは先週、あ、前回のあれです、応援メッセージですか。なるほど。そうです。なので、はい、今募集していたんですかね、山口、佐賀、大分、あら、3つまとめて、うん、なぜ3つまとめてかというと、うん、あんまり来ないだろうと。あら、西の方ですね、随分。いうことでございますけども、来てます。あら、山口県、出た、新羅大統領さん、あたす、あたす、山口一通、皆様こんばんは。こんばんは。こんばんは。自称平和系人間、新羅大統領です。どういうことでしょうか。山口県の出番が来たようなので投稿します。他の市のことは詳しくないので、自分の住む岩国市についてざっと説明します。はい、錦帯橋、日本三名橋、橋ですね、日本三大奇橋、珍しい橋、はい、に数えられており、名称に指定されている、ウィキペディア参照。近くの駐車場は通常無料だが、花見シーズンになると有料になるのは秘密。岩国錦帯橋空港、うん、昨年末にできた空港、利用したことがないので、はい、おのおのが調べるか利用してください。新しいパターンだね。うん、島工作バス、お、島工作の作者が岩国市出身ということで走っている市営バス。乗ったことですか？もちろんありません。あと、これは個人的なことですが、僕の家は岩国市の結構端の方で、広島県の方が近いため、うん、アナログ時代は広島県のテレビ局の方がよく入ってました。そう、岩国錦帯橋空港については先週もホームページ見ましたけどね、はい、トップページにアナの時刻表が4便往復のが載ってるっていう素晴らしいホームページ、分かりやすいホームページ、うん、そう、すごいスッキリ、料金もなんか全部載ってて分かりやすい。トップページに、ね、料金はトップだったかな。あ、時刻表がトップページでしたね。料金がね、4パターンしかないんだよね。そうそう、そんなだった。あとね、4パターンじゃない、クイズに正解するごとに料金が料金が今検索してますね。岩国錦帯橋空港、あとね、位置が結構面白いところに確か錦帯橋空港ってあったと思うんで、はい、あの県外からの利用者も意外とあるみたいですよ。え、うん、県外、県外、県外ってあの携帯じゃないですよ。あの山口県外。え、だって広島から、うん、例えば、うん、あ、うん、
結構ね、あの広島空港で広島市の東に結構遠くついじゃん。そうですね。地図で調べたら岩国錦帯橋空港の方が広島市に近かった。そうなんですよ、うん、でもね羽田にしか行かないんだよね。そうなんですね、うん、ちょっと行ってみたいなと思いました、うん、これ岩国から広島に行って呉とか行くと結構これ観光できんじゃねえかと。この間例の90分に伸びた例の番組で広島と呉行ってたんですよ、うん、おーそうなんだ。で最近俺観光でやってるでしょ、うん、そうするとあの辺結構造船あーあるじゃん、はいはいはい、なんか大和ミュージアム的な、ね、そう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 よし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 、グッとくるものがあるわけですよ。かわいいぞ。あのね個人的にはね、誰ですかそれは。それは誰ですか。ナンジェリカ。ナンジェリカ。あのね個人的にはね、小さい空港が俺好きなんだよね、うん、でね岩国錦帯橋空港はね非常にコンパクトにできてますね。いいね、これね素晴らしいですね。こんなにコンパクトな空港はなかなかないです。こんなコンパクトな空間の中に女子トイレが5つ。女子トイレが 1,2,3,4 違う。それはこの看板は女子トイレですよっていう意味のその表示でしょ。それはそうでしょ。あ、それ赤ちゃんのマークか、うん、授乳室のマークか、うん、それはこれですか、うん、はい。だから授乳は別にあのお乳さえ出れば男性でも女性でもいいですから。あ、そうか。え、うん、うん、売店もね、はい、素晴らしい売店があります。あ、そうなんだ。いや素晴らしい売店ですね。あとねこれ乗るところと降りるところが一緒ですね、これね。え、うん、橋が1個あります。ほんとだ。こっからこう来て降りて出ちゃうっていうね。はあ、乱暴な空港ですね。乱暴って乱暴って乱暴ってシンプルと言って。そうそうそう。いやこれひとえにあの飛行機がね、うん、岩国から羽田に行く便が7時半11時15分15時25分17時50分、うん、で東京から来る便が東京発が、うん、ああ岩国着が10時40分14時45分17時10分21時20分ということですね。十分な間隔が空いていますために、うん、到着便と出発便が一緒の乗り場で OK となんという仕様になっております。はいいと思います。しかもこれ羽田まで1時間3、40分で行くんですね。これね計算間違ってないですよね私、うんうん、合ってます。そのぐらいです、ね、意外と早いですねこれ。そうです、はい、早いんです。え、結構時間空いてんねこれ。結構空いてますよそうですね、うん、1日4便ですからねこれね。はあ、そうですか。これその間キャビンアテンダントさんが、うん、ご飯を食べたりご飯ですかする場所が、うん、あまりないあまりないおられバレました。俺も何を言いたいんだろう。本場の空港の地図すごいですね本当に。売店はあるんですけどレストランがないので多分売店で何か買うしかないんじゃないですか、うん、シンプル2000ザ空港の始めたばっかりみたいな、ね、そうだよね。これからどんどんあの大きくなってて、うん、いずれはこう羽田空港みたいになっていくんですけど、ね、そうそうそう。最初の空港あとね入り口と出口があえて分かれているってのはこれすごいね。なんで分けたのこんな小さい空港でねえ、そのいや違うよ、入り口と出口の間にある記号はそれあれですよ、ん、なんかあの手塚治虫の漫画に出てくるキャラクターかなんかですこれ聞いてる人は見えてんのかな見えてないと見えてないですか、はいはい、うん、いやいいですね、うん、コンパクトでもちゃんと展望デッキはこう用意してるっていう、素晴らしい、素晴らしい。なんだっけ、まだその記号考えてますか。そう、手塚治虫のなんだっけ、へっぽこなんとかじゃないしさ、なんだっけピノコじゃないし、なんだっけ、何のこと、何のことあ、何のことだ、違う違うよ。こうやって挟むことによってどんどん浸透させていきたい。あ、そっかそっか。あ、何のこと、みんなのサブリ、サブリミナル、サブリミナルです、サブリミナル、サブリミナル、サブリーダーですよ、うん、ん、うん、なるほど、はい、なるほど。じゃあちょっと空港一回行きましょう。ここ、え、あのね行きましょう。え、あのね、あのねちょっと、いや最近ね、うん、こうやってさ47都道府県のコーナーやっててね、はい、いやいいね、一度行ってみたいねなんて言ってるわけですよ、はい、でもあんまり行かないわけですよ。そうです。でもこの前、うん、さ高山まで行ったじゃん、うん、名古屋行ってひつまぶ美味しいひつまぶしも食べたじゃん、はい、あ、そう、ひょうたん継ぎ。それでさ、え、それでさ、やっぱ答え出た行くと美味しいものいっぱいあるわけですよ。はあ、で新しい出会いがあったりするわけですよ。あ、出会い系だ。そう、出会い系、うん47都道府県出会い系、聞こえが悪いなでやっぱり実際にもう思い起こしを上げてですよ。そうです、重いのかな、行、うん、きましょう。まだまだ体の動くうちに。そう、俺もね、もう動かなくなるの、うん、あの、いや動かなくなるかもしれないから、羽田経由の岩国錦帯橋空港はね、うん、別にマイル使ってちょっと行けるんですよ、うん、そうなんだ。
だから俺は例えばですよ、 M3 の後にそのまんま羽田から行ってみたりとかさ、はい、まあ、M3 は帰りの飛行機も取っちゃったからあれだけど、うん、冬込みの帰りにちょっと行ってみるとかさ、うん、正月だな、いいね、正月みたいですね。広島もいいですよね、うん、広島なんか行ったことあるんだけど観光らしきことをあんまりしてなくて原爆ドームぐらいしか見てないんだよね、うん、ああ見に行ったんだ。あと宮島とかさ、あいい、ね、行ってみたいじゃん、うん、行ったことある。ジャーマネは宮島は宮島マニアのジャーマネとしてはもうすごいですよもうすごいですよ宮島はもう住んでますからね、もうね宮島マジか、住んじゃった。うん、まあこのぐらいがもう精一杯ですかね。精一杯でしたね。鹿が500匹ぐらいいるらしいですけどね。上沼総大院の大阪城が別荘のあれが限界ですね。あもうね、そのノリね、原発でしたね。宮島行ってみたいです。はい、宮島いい ね。冬とかでも見れたりするのかな。あの辺はだから冬は逆に牡蠣が美味しいですから。いいですね。牡蠣ですね。牡蠣食べ放題。牡蠣食べ放題。あれ宮島にさ、お正月なんか初詣とかっていうのはいいんじゃないですか。宮島って神社だよね。あ、もうあれ何でしたっけ。厳島神社。ああ、はい、厳島神社ね。ええ、じゃあその時のあのなんか塩のさじ加減で埋まったり出てきたり。そうそうそう。さじ加減で。さじ加減。さじ加減。そう、水島新司先生のさじ加減で。さじ加減でなんかストライクゾーンが広がったり広がったり縮まったり、そうそうそう、通天閣打法とかありますあります。ねえ、本当に伝わるのこれぜひ中国地方皆さんお越しください。いいと思います。じゃあ冬込み12月31日の便か、はい、1日の便で俺はじゃあ錦帯橋空港飛んでですよ。で1月1日に宮島でこう、うん、初詣と、でそのままシャレ神戸は住んで住んじゃうね宮島に。スーパー錦帯橋放送局そこにラジオのタイトルくっつけちゃうダメかな。いよしスーパー錦帯橋放送局、うん、放送内容が気になります、ね、社長ですらなくなったよ俺誰錦帯橋にスーパーがついたとか名刺にそうそうジャスコジャスコ声優、DJ 錦帯橋って書いてある。錦帯橋、ね、なんだよそれ、ね、錦帯橋よしみですよね。よしみは残る。錦帯橋よしみさん。よしみ残していかないと。錦帯橋ジャスコよしみね。そうですね。イドルネーム。ジャスコのジャスコよしみ。そうかそうか。はい。ジャスコよしみさんとお送りしてまいりました。ヌルポ放送局これにて山口県は1通でございました。はい。他の県につきましてはまた来週以降ご紹介します。あ、なるほど。はい。では CM の後はエンディングです。モックアップインタビュー。モックアップはどんな番組ですか。ドラクエ10をやりながらでも聞ける番組です。と言っても強ボスとかやってると集中しすぎちゃって聞けなかったりもするんですけれどね、なんちゃって。ラジオモックアップは各週木曜日絶賛配信中です。幻想郷切り裂く闇の剣、有能海と天然ジミニが送る東方軍人化二次創作の世界を舞台にしたロックがメインの東方ボーカルアレンジ CD 第3弾、2013年8月12日リリース、東方ウォーフェアブラックソード、お求めはイオシスショップにて。僕やつえもんです。8月19日再び出ます。やつだけハードコアボリューム2、ラフスケッチ組長を筆頭に新たな組員も入れて、臨海モスキートのポイントお酒も入ってるよ、買ってね。やつだけハードコアボリューム2買ったのかい。今宵も3名の何のことがお送りしてまいりました。ヌルポ放送局、楽しんでいただけましたでしょうか。あれ、道端ジェシカです。道端アンジェリカです。道端よしみです。急に近所のおばあちゃんみたいになりましたけど道端よしみさん、本当だ、おばあちゃんみたいだ。よしみってよしみさんおばあちゃんだと思う、ね、本当だ、クッキーババアだった、クッキーババア
ババアイコールもクッキー焼いてるっていう。なんか最初でも私そ あのゲームの存在を知らなくて、そのクッキーババアって来た時にすごい勢いでクッキーを食べる妖怪が妖怪かなんかかなと思ってびっくりしました。クッキーよしみさん、はい、失礼しました。各種イベントの告知等につきましては先週の放送をご参照ください、うん、全く同じです、はい、省略。ジャマネ方面からは何か告知等ございますでしょうか。ラジオやってます。ラジオやってます、はい、最近の話題としては、何のことさんが下の毛の話をしたいですね。あ、イザベルが赤裸々な性生活を買ってますねあとまだモックさんはチャゲアスの話はしてません。ああそうかそうか、次あたりかな。まだ撮ってあるんですね。そんな感じでやっております。2人きら、はい、聞いてください。入ってないもうこの前、うん、この前配信になったハイテナイドットコムの昨日2週間前ぐらいの、はい、何のことさんの、はい、あの下のトークはひどかった。下のトーク、うん、びっくりした。久々に私進行で私があまり喋ってない回になりました。あ結構ずっとこう何のさん、それは何のことさんは酔ってたの。いや、酔ってないですよね。酔ってなかったですよね。何も酔ってないよ。酔ってなくてあれなの。あんなだったね。おかしいんじゃないの。そんなことない。あの変態の男性の方はぜひ聞いた方がいいと思いますよ。そうですね。ちょっといい話が聞けます。いい話じゃないな。うん、ちょっと P がいっぱい入ってます。はい。想像して聞いてください。うん、はい。一応ここは有馬様が見てるキラキラになってるんだね。うん、なんか直してっていうのもなんか悪いなと思って。あ、そうなんだ、うん、よいしょよいしょ。あ、すいません、張り付けありがとうございます。よいしょ、はい、ありきら、はい、どうも聞いてください。お願いします、はい、最近はどうなの。え、ジャマネの。ああ、最近はどうなの。最近ね、ゲームの話さっきに戻りますけど、はいはいはい、モハンを結局買いまして、はいはいはい、1日30時間ぐらいやってるおかしいおかしい。だから時間を遡ってさ、ババアをさ、うん、ババアをもうそういう話になりますから、うん、はい、ぜひ皆さん遊んでください。よろしくお願いしますなとこですかね。そうですね、遊んでくださいというのはモンハンを遊んでください。だって収録時点でまだ発売2日か3日ですから。まだ、まあね、そうですよ。皆さん狩りしましょう。よろしくお願いします。じゃあ船と一緒に人狩り、はい、人狩りしようぜ。あ、それはもうない、ネットを介してこう、うん、遠く離れた人同士でできるみたいですよ、ね、公開できるみたいですよ、ね、できます。ま、前はなんかあれ、前は持ち寄って集まらないとできなかったんです。あ、そうなんだ。 3DS を、うん、あるいはなんかプレステ3、そうですね、でなんかつないでやってなかった。フロンティアというか、あっちの方はそういうのできますけど。あ、そっかそっか、うん、やっぱ主流の方の 3DS のソフトでそれができるようになったっていう。そうなんだ。大きいんですよね。なるほどね。やっぱりこの何ですか、まあ、同人なりそういう声優さんなり界隈の方ってやっぱり買うんですよ、モンハンを。これがまたおねえ、あの本田三角形さやね、うん、CM 出ちゃったんですからね、そうです、結構やってますね。あれダウンロード版もあるんでしょ。そうです、うん、結局だから予約に失敗した方々は頑張って初日にダウンロードしましたけど、結構こう渋滞してね、うん、みたいな、ね、なかなか、まあ、次の日の昼には落とせましたけど、うん、6000円ぐらいだと思います、うん、俺も買ったんですよ。え、まだやってないの。今まで知らない体でしたよ、まあ、あれいやいや、モンハンまだやったことないの。あ、初モンハン。初モンハン買ったのさ。あら、でもまだできてなくて、うん、なんか忙しくて。面白いですよ、うん、そう、やらないと。結構、ね、やりたい。硬派なゲームですよ。そう、 やろうやろうと思ってね、ついついね、ニュースーパーマリオブラザーズを起動しちゃう俺がいるんで、まあまあまあ、おかしいな、うん、いうことになってます。はい、順番があります。はい、以上でございました。次は9月31日っていうのは確かなかったはずなので、はい、10月ですね。あら、えおほほほほほほ、オクトーバー、ちょっと聞いてくれる？お今日いないと思ったらそこでさ、大通公園の1丁目でオクトーバーフェスだみたいなやってんのね。ああ、いいじゃないですか。でもやってんのね、9月なんだよね。セプテンバーフェスじゃん。イエスおかしくない？なんかそのセプテンバーだったらちょっと少し遠慮した方がいいよ。そのオクトーバーフェスなんてダーンと出したら、そう、オクトーバーフェス9月29日までやってます。イエストラックスみたいな。トラックス、トラックスとか関係ないよね。関係ないですかね。モード懐かしいですね。最近聞かないですけど。伝わらない。いろいろぶち込んでいきますね。はい、
さあ、ま、ヌルコは何月になろうと変わらずやっていきますので、はいはいはい、もしよければ聞いてください。はい、そうです、聞かなくても死にません、うん、聞かない方がいいです。えあそんなことはね、聞いてください。その間モンハンやった方がマシです、モンハンやりながら聞いてください。あ、それいい、それいい、そうしよう、そうしよう、うちも対抗しようかな、うちも聞かないでくださいアリキラは聞かないでください。じゃあモンハンやりながら、うん、アリキラ聞けばいい。ぜひ何のことさんの回をスピーカーで大音量で聞いてくださいご家族の前で聞いてください。いや、それはやめた方がやめた方がいいご家族の前でカンコレをですね大破していただいてですね、ぜひですね、本当に大破したらだってポロリしちゃうじゃん、ポロッとこれは、ね、缶がコレッとしちゃいますから、そういうこと、そういうことなの、ね、大変ですよ。そうだよ、クッキーおばさんもね、えポロリ、クッキーババアも大破したらね、え大変じゃん。ああ、らしませんけどね、二丁前のブラトップが大変なことありますジニエブラが大変すごい単語出てきましたね、はい、うん、ちょっとなかなか我々の引き出しから出てこない、すごいさすがですね、ちょっと褒められたもんではないですあ、やめますよもう、はい、終わりますよ、はい、何でしたっけ、ヌルポ放送局っていう番組だったようです、はい、419回でした。9月24日放送、お送りしたのはイオシスの拓也と社長と何のことでした。また来週お会いしましょう。さよなら、さよなら、ぴょんだ。この放送はイオシスの提供でお送りしました。はいはい、なんかスイッチ入れるのしんどいですねいやー本当に。これだんまりでいいんですかこれ。あら、ラジオ記事をね送ってくれるんですよ。そうらしいですね。最近あのいろんなことを、うん、何のこと、いろんなことを、いろんなことを、はい、やめまして、ああ CM 原稿を書くのはやめた。あ、ほんと、うん、うん、送ってきてもらう。 え、 、うん、え、宣伝したいの我々ですよね。いや、優しいリスナーさんがですね、あ、そうなの、 CM の原稿を送ってきてくれるんです、うん、そして千代子ちゃんに読ませるよって言ったら、みんなわんさか送ってきてですね、これを千代子ちゃんに読ませてくれ、読ませてくれ。 CD とかの、いやいやいや、CM の原稿、 CD の CM 原稿、うん、あ、CD、ね、ラジオの宣伝です。ラジオの宣伝、うん、あとね、あの JR の発車アナウンスとかね、うん、えどういうことどういうこと意味がわかんない、意味がわかんない。ラジオの CM の原稿を募集したんだけど、なぜか JR のなんか発着の原稿が来ちゃって困っちゃうんだ、ぴょんぴょんだ、ぴょんぴょんって。でも発着のアナウンスって、え、間もなく何番線にって、それともあの駅員の間もなく目白目白に、そういうやつやったっけ、違うやつ、そういう方向、そういう方向の、そうなんだ。でそれを千代子ちゃんに読ませるわけです、うん、読ませるわけですよ。あら、どう考えてもラジオの CM ではないんですけど、うん、外注するとね、このようなことも発生します。まあね、まあそう、クライアントとのトラブルもありますからね。 そうですよね、使用書がね定まってないわ。そうですね、要件定義がね、うん、え、何、あやふやですか、ね、JR の車両売りたいの、輸出は、うん、どういうことなのそういうことになりますね。え、うん、あ、そうか、 CM、 そう、ラジオ CM ってありましたね。あ、そう、うち作ってねえやん。モックアップはね最近送ってきたんで、さっきあの CM に謎の現存するモックの最古のデジカメ写真を貼って、もういないのもういないの最古の最古の、うん、あ、だから原稿を募集するとね、うん、アリキラの CM 原稿募集しちゃえばいい。あ、本当、うん、でそれを誰々に悪知恵だ、誰に読ませたいかも一緒に送ってきてもらって、うん、例えば、うん、じゃあこれは何のことさんに読んでほしいですか、うん、ろくな CM ならないじゃん全部 PO になっちゃう。 P じゃん、放送なんか番組名まで多分 P 入っちゃうなんかよくわかんない CM になります、ね、うちのメンバーにおすぎはいないですいないですから。おすぎいなかったっけ。おすぎですって、あの、そうそう、 CM ちゃんと原稿送ってくれますから、うん、そう、うん、こんな番組見たことないっつってやるんでしょどうせ。絶対泣けるもう自分で書くわそれその原稿はもう本当にもうね、うん、まあ、でも CM、うん、作ってみたいですね。
そうですね、最近やってないですから、うん、そうですね、というのとか、あとはラジオ記事、はいてない .com のヌルポンのところに出るあの記事を、はい、あの書いてくださっているので、見てますけど、すごい書いてますよね、何行も何行も、ありがたい、だって俺収録終わったと聞き直してないからね、本当そうですよね、俺毎回収録した後に半日かけて編集してるのに、お、編集しませんから、え、なその勝ち組みたいな、それだってこれ BGM 掛け取りでしょ、掛け取りだよ、でカットとかしないでしょ、頭とケツ落として、うん、コンプをね最近めんどくさいからかけなくなってきたね、コンプはかけよう、なんならウェーブのエディターで、うん、頭とケツちょんちょんってやればもうあと、もう、あ、でもなんか拓也さんと社長の声はソフトだから、なんか波形もあんまりとんがらなさそうなイメージ、え、それはとんがってる人は誰のことを言ってるの、編集が大変なパターン、そう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 、まあ、コンプをねちゃんと、うんうん、かけた方が聞きやすいとはありますけどね、確かにね、そうですか、ここでもコンプかかってんで、いいよね、だからそのコンプがかかるミキサーなんてこう一般家庭にはないわけですよ、私の家のこの、あ、でもこれオーディオインターフェースだってコンプかかりますよ、あ、そうなの、うん、その左下に出てる、大丈夫大丈夫、え、あ、これこれでかかるんだ、これかかってますよ、この画面うちでも出てるよ、ええ、じゃあかけられんじゃん、同じやつ、これだってここコンプレッサーって書いてあるじゃん、お、コンプレッサー書いてある、俺あんまり音楽とかやらないから分かんないんだけど、いや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 何をしてるのこれあの皆さんにもあれですけど、クワッドキャプチャーコントロールパネル、はいはい、うちクワッドキャプチャーです、ああ、じゃあこれまた同じ型のやつですよ、うち、じゃあコンプかけれますよこれ、え、あんまり音楽とか詳しくないからこれですね、画面出てきた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 、これですね、ほらだって真ん中にコンプレッサー、コンプレッサーってありますよ、あ、プリアンプ、真ん中のなんかオレンジっぽい波形のやつ、そう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 、あ、グラフっぽいやつだ、グラフっぽいやつ、あ、それでパラメータちょっとねいじってやったりとか、ね、そうですよね、でまたコンプレッサーいじったことないようなリアクションしましたけど、うん、まあね、曲作るときあれとはちょっとにらめっこしますけど ね、あれよくいじりますよね、うんうん、だからあれをだからね、もうイオシスの音楽勢の方鬼のように使いこなすんですよ、うん、難しいね、うん、宇宙人、うん、ね、という感じでございますので、はい、あのヌルポ放送局は皆さんのおかげで配信できております、はい、そして編集の手間は今最小限で、はい、もうちょんちょんと切って、ポンと、でも最終的には俺も社長も博士もいなくても成り立つような番組を目指して、はい、なんで誰が喋んの、自動的にもう始まったらなんか3つルンバが並んでるのどういうことなの、ウィーンウィーンウィーンで自動的に BGM がかかって、そうそうそう、おかしいよ、パワープレイもかかって最後までウィーン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 、ラジオ記事がウィーンウィーンウィーンって30行ぐらいウィーンって書いてあるんです、おかしいでしょおかしいでしょ、イオシスがルンバに乗っ取られる SF はおかしいでしょ、出演者ルンバ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  A ルンバ B ルンバ C でしょ、そう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 、親ルンバたちがですよ、そうそうそうルンバたちの様子がそうです、キングルンバです、キングルンバですよキングルンバいい ね、 ね、 ねえ、ちょっと大きくなるだけなんですけどね、あ、未来的にはありますよね、はい、全然あります、なるほどね、考えられうるところです、そうですよ、いや面白かった、あ、もう何喋ったか一個も覚えてないけど楽しかったすいませんすごくめちゃくちゃにした感があります、ごめんなさい、岩国錦帯橋空港のことしか頭に残ってない、あそれは残ってるんだ、うん、うん、いやでもねさすがジャーマネさんいるとね面白いですよ、すいません、もうもういつも、ね、い笑った、ここの真ん中に、ね、座ってる人には勝てないです、うん、いつもここの人には、え、そんな人いましたっけあれっていう、誰でしたっけ、あ、そうです、でちょっとよく覚えてないんですけど、あのーっていう人が忙しくてこっちの方も出てくれないんですよ、あ、そうなの、うん、なんか忙しいの、何に出てるんですかね、忙しいみたいな、何ですかね、路上で道端でジェリカしてるんですかね何ジェリカしてるのか分からないですけど、ちょっと分かんないですけどね、ね、本当に非実在非実在非実在墓なんとか墓なんとかそう、墓本さんね、うん、捕まなきゃいいですけどね、え、何何えああはいはい、そういうこと、そういうことね、はいはい、いや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 、拓也さんが喋る気なくすともう何も成立しませんねこれね、まあ BGM がありますから、あ、かかってますか今これ、うん、俺だったらお便り読む係だから、あ、そうなの、喋る係じゃない、あ、違うの、喋、うん、る係この人が、
そんな人いましたっけ？あれ？ねえ、うん、で社長も別に喋る係じゃない。あ、違うの？ヌルポは、うん、違いますね。違います、ね。ヌルポってどういう係なんですか？3人はお便りを読む係、うん、皆さんの通信速度は止まってませんよ。大丈夫ですよ。今 ISDN でお送りします。そうですよ。なん特にやっぱりないんですか、実は。うん、ない。ない。あの、三門の後ろの人の係。あー、うん、そうなんだ。そうなんだ。そうそうそう。まあ、全員守備、全員攻撃みたいな。うん、あの、ELT の後ろにいる人。ちょっと待って。ELT ってそんなにバックバンドいた？ELT って結構人数少なめですよね。俺、持田香織と一君しか知らないよ、ELT って。そのぐらいですよね。うん。うんうんうん、あとはせいぜいなんかソフトバンクの CM の人がたまになんか一緒にいそうですけど、ゴールデンボンバーで後ろにいる人、うん、後ろ後ろいやなんかエグザイルの後ろの方の人とかなんか理解っていうんです。あ、竹藤で踊る人、え、誰、上理の家、あ違う、曲作った人だよくパッと出るね、竹藤ダンスの上理の家、有名です。あの曲いい曲です、ね、そう、役割ね、うん、役割って重要だ ね、うん、ビーズの3人目とかかな。え、ビーズの3人目え、なんか俺知らない短パンがいる3人目に短パンなんだ、うん、ピンズの4人目ね。ピンズんんワンズワンズ？ん？おかしいでしょ。ピンズ、ワンズおかしいでしょ。中山美穂&ソーズとかっておかしいでしょ。そんな留意層ないですよ。中山美穂は緑色だったんだね。ちゃんと役満成立しますよ。ダブル役満ですから、中山美穂。ああ、よかった。入ってるとね。そうだよね。鈴木純和だね。ああ、騙し絵ね。うん。鈴木純和の昔、ヒゲ生えたところは騙し絵って言われてた。うん。うん、ドリカムの3人目、うん、あ、うん、うん、まあ、あれもドリームズがカムトゥルーしてますから、ね、うん、ですよ。チャゲアスの3人目ね。ああ、チャとゲとアスですからね。マジでマジでゲっていう、あのチャとアスよりもゲは何、ゲはどうもゲです。チャゲと、うん、ゲのゲゲゲの女房ですよね、うん、ですよね、カウントダウン TV をご覧の皆さん、ゲです、ゲです、おかしいですよね、うん、ね、はあ、ゲイリー・クーパー、 え、そこまでいった話、ついに、うん、カノー姉妹を結成すればいいんじゃない、これから、え、あ、うん、新カノー姉妹、新カノー姉妹、新加瀬大衆みたいなこと、そうそうそう、だから口担当と銃担当がいて、でどういうこと、あ銃担当、うん、カノー兄弟、カノー兄弟、宇宙兄弟みたいになってるけど、宇宙兄弟いいですね、宇宙兄弟、シンジャーマネ、じゃあ俺キュージャーマネ、そういうことになりますね。でもシンジャーマネもそんなにいいと限らないよ、うんうん、札幌と新札幌ぐらいの関係の可能性ですから。そうだよね、そうそうそう、横浜と新横浜とかね、日暮里西日暮里ですよね、関係ないですよ、西にあるだけですよ、シンじゃないですよ、おかしいですよ、ね、新旧対決がね、そのうち、ホコタテ、ホコタテ、ホコタテ、そうそうそう、ね、ホコタテいい、ね、本家ジャーマネ、元祖ジャーマネ、おかしい、おかしい、メカジャーマネ、おかしいよ、いよいよホコタテやらないの、ホコタテいいよね、うん、絶対に何でも貫ける槍と博士の PC とかやんないの。それ貫けますよね。どっちかつか分かんないね。やってみないと分かんないね。いやまあ見てみたいですけどね。またマックエアが破損するのか。スーパーカノーブラザーズって面白い。食べても食べても食べきれない大判のおそば大盛り対博士とかね。意外といい勝負かもしれないですね、うん、ね、いや食べれないね、うん、あ、ダメだ、あのデブは小食っていう定説ありますから、ああ、痩せの大食いのなんか大義語みたいな、そう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 、社長食うから、うん、そう最近食うんですよ、うん、あら、うん、滑らないモックさんとベタなギャグってこれどうしたらいいの、ああ難しいねこれね、誰も得しないパターンですよねこれどう転んでもね、うん、
え、なんでこれ今企画会議になってるの？企画会になってますね。絶対にこぼれないコップと博士の MacBook Air、うん、これちょっとどっち勝つか分かんないですね。分かんないですね。分かんないですね。太る博士と断食これちょっといいね。要するに博士が断食して痩せるかどうかってこと？そうでもなくて？分かんない。分かんない、うん、なんか字面が面白いだけじゃん、うん、あ、そう、あ、阪急 VS 南海、あら古いね。ブレーブスでしょ。え、ブレーブスとホークス。南海って何でしたっけ。南海ブレーブス、あ、じゃあ南海ホークス、阪急ブレーブス、はいはい、正解出ました。正解出ました。東映フライヤーズ OK です。部屋とワイシャツと博士。それ博士の部屋じゃないの？ そ, そういう写真前あったよね。ああ、なんかゆかさんの次めくると博士になってるやつなかった博士 VS ビオランテ、おいい勝負ですね。意外といい勝負じゃない。ちょっとやってみないと分かんないですね。あれトーク対決ですよね、あ、ビオランテトークするの？ビオランテさん先行です、どうぞ。っていうそういう感じかな。まあ、さっき髪切ったみたいな。あ、本当？いや、さっき花咲きましてつって。あ、本当？え、そうなの？いや、もう博士すごい パーッと花開いて。あ、ビオランテ、あ、ビオランテ、ビオランテの方が博士に春が来たのかと思った。あ、違うんだ、花咲いちゃった。ビオランテ、俺の博士がこんなに痩せるわけがない。はかない？はかない。ごめんなさい。あの墓。あの墓。あの墓か。あの博士の名前を僕らはまだ知らない。まだ知らない。あ、そうか。何の時間帯なのこれ？フリーダム、ね。ここにあの何のことさんが。はい。あ、出た、同心スポーツ。あの買った同心スポーツ。はい。買って、いや今日のラジオであんまり使えなかったつって捨てていった新聞があります。また捨てていくのが、どんなネタを、はい、どんなネタを拾おうとしたんですかね。そうだね、野球の話をなんかラジオでするかもっつって、うん、あ、あとここに何のことさんが飲み残した、飲み残したビールが、これまずいですよ。これはどう、じゃあこれ真空、飲み残したパックしてビール VS 下水っていう、ちょっとどうなるか分かんないですよね。どうなるか分かんないです、ね。これイオシショップ行きですか、これ。これイオシショップで、あら、1ミリリットルから小売りします。あら。全然飲んでない。100本限定で出して99本は博士のですよね、多分ね、これ。1本は何のことさんね、うん。そうですね。あら、くださいっていうコメントがストレートでよろしい。あの、今変態の方なんじゃないですか、ね。変態認定関係ないですよね、うん、今ね。はい。日本新記録の56本のホームランを打って外国人選手の名前として適切なものを挙げよう。ジョナサン。ジョナサンね。ジョナサン。ジョナサンでしたね。ジョナサン56分おめでとうございます。はい。ジョナサンバレンティ。うん。うん？うん？うん。こういう時博士いるとあのーって勝手に喋り出すんだって、こういう時さ、うん。博士のこうあれです。使い方の良さです。一家に一台博士ですよ。ウィーンウィーンルンバで、そいつルンバでしょ。もう私の中ではもうルンバに乗った博士が登場してくる姿がさ、いやでも博士の代わりにここにルンバがいたとしてもですよ、うん、こうまあトークがね若干途切れ気味の時にも、うん、ウィーンウィーンってこう言ってくれるわけですから、ラジオ劇もウィーンウィーン和みますね、和みます。あ、56本打ったのコストコだったわ。あ、コストコ選手コストコ選手、コストコ選手です。そうだね、コストコ選手 ね、ヤクルトの外国人助っ人選手、うん、そうそうそう、コストコ、コストコいます、います、うん、結構のオープンスタンスですよね、そうそうそう、コストコ ね、 そうそうそう、結構肉とかまとめ買いすると安い、ね、そうそ う、 そ う、 そう、コストコね、56本まとめ買いでまとめ買いしちゃうんだ、ホームランすごい、すごいな、アジャコングにインタビューしたんだ、すごいね。なんでそんな似てます、バレンティン、アジャコングに。いや、そんな似てないですよね、うん、あんまりエリカさんには似てないと思いますけどね、ないと思いますけどね、うん、アジャコング本のエリカ、ああそっか、ああそっかそっか、そっかそっか、そうだった、そっちから来た。コストコ選手も56本打ったところで終わりましょう、はい、終わりましょう。ネルポでした。来週は生放送ございません。さあ来週10月違う、生放送は9月30日かな、うん、うん、出す出す、9月30日出す、いや、月曜日出す、コストコおめ、さようなら、いや、さようなら、またまた再来週、また再来週、ピンポンパン体操
。